いえ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 ウォーウォー。それなんだっけ、はい、スーパーアフェクションっぽいけど違うやつ。もうイエイエイスーパーアフェクションだとウォー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 イエイエイだから逆スーパーアフェクションです。なんもわからん。とりあえず配信始まった。はい、俺の逆スーパーアフェクションから始まっちまったから配信が。今日は余裕だからね、あの、もう、もう8時ぐらいにはセッション終わってくから。多分、そうだと思うんで。もし早めに終わったら、あれですね、週末気候 RPG 始めるんで。一人余るんで。あれ2人専用のやつなんですね。はい。悪いな。悪いな、風船。このシナリオ2人用なんだ。あ、じゃあ俺も GM するが。2人 GM。じゃあ俺見てよ。なんで？で、カエルさんなしでカエルさんのチャンネルでやろう。いいね、カエルさん、あのミュートにして、ディスコードに入ってもらって、ディスで、ここだけ映してもらって、カエルさん、あの自責して別の作業して。誰の枠なんだ。俺コメントでヤジ入れるわ。あ、今日はカエルさんゴーストが来てくれていますね。こんにちは。こんにちは。モデレーター投げときますね。なんか色違うんだよな。黄色いも黄色いスパナ持ってますよ、あれ。そうそう。いや、スパナは持ってないんだよな、逆に。実況解説みたいな人こうか。うん。とりあえず始めますか。はい。えいえい。自己紹介はいらんでしょう。一応しようか。はい、カエル3号です。キーパーやります。お願いします。ミュラです。プレイヤーをやります。タガログを読めないタク、ニコライ・ボルコフです。よろしくお願いします。アード・フーセンです。今日は実況解説をしていきます。それでは、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、よろしくお願いします。今日の先発は、ミョウラク、キャッチャー。例えばなんか今日野球で、ばっかり開幕関係のないことを言おうとして、ちょっと、あ、やりましょう。はい、よろしくお願いします。佐々木朗希投手の話をするんじゃない。それ妙楽さんに、妙楽さんじゃない、ニコライさんに語らせたら2時間ぐらい語るでしょ。ああ、確かに、なんかもう山降り出るぐらいですね。まず岩手県のピッチャーはなんでこんなに速球派が多いのかって話から始めるから。それ県関係あるんだ。2時間で終わらんかもしれんな。いや、菊池雄星も大谷翔平も佐々木朗希も岩手県出身ですからね。へー、あ、そっか。結構あるんだ。まあ、甲府とかなんですかね、その高校の。はあ。それは置いといて。よし、やるか。はい。今日のセッションは、皆さん2週目なので、2回目のセッションなので、余裕だな、強くてニューゲーム。縛りプレイで遊びます。強くて、ニューゲーム。ニューゲーム。ニューゲームじゃないけど。あれだよね、その酔っ払って日本語読めない語尾居酒屋雑談配信、僕のチャンネルやったやつで、で、なんか飲みながら行ったやつをカエルさんにお願いしようってお願いして実現してもらったやつですね。はい。で、興味至ったってわけですね。ってわけですね。これ完全にあれだよな。なんかもう、1周目クリアしたから、2周目はちょっとめっちゃ弱いキャラでやろうみたいなやつだよ。縛りプレイしようぜみたいな。縛りプレイしようぜ。じゃあ早速、皆さんが今日使う PC の紹介をしてもらいましょうか。ハンドアウト順でいこうと思うので、はい、最初は風船さん、お願いします。画面映しました。ですね、このキャラは帰国後、ユイチカ、帰国後、結婚するキャラですね。ステータスは、すべて初期値です。初期値というか最低値で。そうか、初期値。これ、6班だったかな、もしかしたら。6班だったら強いよ。40が3つあるから。40が3つあるから。語ることある他に。そうですね。ハンドアウト的に、国に大切な人を置いてきていますね。その人に、その人を説得して、この山をね、狂気山脈を登りに来たって感じです。なるほどね。俺この山を登り終えたら結婚するんだ。あれだったかな、なんか今日死亡フラグ TRPG だったかな。スキルがですね、神話の征服って言って、なんか、はい、登山技能を振り直すときに、科学だったりとか機械修理で振り直せるよっていうやつです。そうですね、プッシュロールを科学、
とか機械修理でできるってやつね、はい、だからもう今回もね、見ての通りステータスがもう低いから取れる技能も限られてくるんで、まあ、その辺こういうスキルを活用していかないと死んじゃうっていうことで、もうね、地質学95振って全て登山するやつはこいつに任せればプッシュだけでゴリ押すって感じですなんでかんだ考えてね、クリアするために持ってきましたから。なるほどね、はい、そんな感じです。はい、一応この技能は登山行動中に使う技能っていう縛りがあるんで、はい、そこだけ気をつけてください。はい、はい、紹介ありがとうございました。この辺ね、もう2回目のはずなのに登山行動中の行動って何だったっけ、まあ、とりあえず登攀とかその辺だろっていうだからこれの登山行動中っていうやつを読み間違えてたら僕は知りますよ突然ゴミキャラとかす可能性もありますが大丈夫これで、ね、まあ大丈夫でしょう。あ、キーパーにね何も相談してないけど、うん、みんななんか相談して技能値とか決めていいよって言ったのに誰一人相談せずに一人ずつキャラシーを送りつけた。まあ、僕はちゃんと妙楽さんのキャラシー見てああなるほどこれならこれが足りないと思ってちゃんとナビゲートとか振ってますから、うん、なるほどね、はい、偉い。じゃあ君がこのチームの柱になれるかな。まあでもね、生き返る、生きて帰ることだけにはね、執着してるんで、結婚した、うん、結婚しないといけないから。結婚したいんでね。結婚したいから。わかりました。ありがとうございます。はい、じゃあ次、ミオラクさん、お願いします。はい。ハンドアウト2の A、レッツゴー、トゥーヘル君です、年齢が50歳にしまして、EDU チェックを行いました。はい。なので、他の人たちよりも APP と DEX が低いです。最低値切ってますね。最低値以下なんだよな。ハンドアウト2の絵、カエラの友、君の親友は最高の登山家だった。彼は第一次狂気山脈登山隊の一員として、かの山にアタックし、未だ帰らない。第二次登山隊の結成が発表された時、君が志願したのは必然だった。ちょっと友をね、がいなくなっちゃったので。はい。友は一体もしかしたらまだ、この狂気山脈に取り残されているかもしれない。そうじゃなかったとしても、無念を晴らすためにね、言ってるんですけど、もう、年も年ですから。だいぶやばいなと思ってます。ただね、山育ちなんですよ。スキルとして居心地のいい場所を持っています。はい。山にいる間だけ動物としての根源的なポテンシャルを強く発揮することができる。回避、目星、聞き耳、応急手当のプッシュロールを行うことができる。というわけで、プッシュ、自然を95振りまして、プッシュロールで強引に成功させに行くという。なるほどね。そういった、技能となっております。他に振ったのは何があったかな、はい、当伴95、自然95、跳躍71、当伴95とかはあれですね、ビレイ、後半使うであろうビレイを無理やり成功させるためにいろいろあげました。あとサバイバル山岳95。割とこれはガチ構成な感じしますね。はい、95振りってだいぶつまらないと思うんですけど見ている側的にぶっちゃけこれぐらいしないとクリアできない。そう自分の体見てからね。だってこの子デックス5だからね。そうなんだよな。これ回避数値何になるんだ。あ、でも多分これ回避かける2とかじゃなかった、うん、かけるには6半か。だからこれ回避に補正が入るのって2回やったんだけど、回避は、あ、違いますね。私回避2だ。うん、なんか割れ2とかだったはずだ。割れ2切り下げとかだはずだったから。割れ2切り下げ2ですね。回避 2ですね。多分このアイゼンとか持ってるピッケルとかは多分日常生活でも使っています。あ、でも居心地のいい場所は回避も自然でロールできるから。そうあ、なるほどね。うん、ちょっとニュータイプ的ななんかキャリって電流走って避けられるやつです、ね。これさ、2人ともプッシュロールに命かけすぎだよね。いや、でもどうでもしないと能力値が足んないんですって。そう、能力値を上げるために50歳にしたんですよ。なるほどね。だから賢っと思いましたもん、エデを上げるっていう。まあそれでも1回 EDU チェック失敗して結局そんなに上がってないんですけど。なんでこの EDU で失敗するんだよ。以上です。了解です、ありがとうございます。はい、じゃあ友達、友を見つけられるといいですね。ちなみにこの友ってどんな人なんですか。この友というのは、そうですね、山の中でなんか触手を使う魔法とか言いながらブツブツ言っている人がもしかしたら私の友かもしれない。なるほど、ね、
黒幕なんだよなもはや。はい、ありがとうございます。じゃあニコライさんお願いします。はい、山見たらさ、ハンダード 3B 山見たら降りるです。山を見たら降ります。登ってください。なぜ降りるのか、そこに山があったから。ですね、まあ、ハンダードはそのあれです、なんかなんだっけ、なんかあの隠蔽された真実を知りたいだから、好奇心豊かだからね、2部です。でこれあのスキルなんですけど、スキルは俺30以下だとあのボーナスダイスプラスにできるっていう能力なんですけど、俺、はい、あのキャラメッキ作るときに、要はあのそれそのハンドアウトというかそのボーナスにしたこと忘れてて、全部30以下で揃えようかなと思ってんの忘れた結果中途半端になったら俺はスキルを使えないですね。鏡的ミスってんやんけ。キャラメイクの時それ忘れてた。俺もスキルも捨てた。死にスキルやんけ。死にスキルです。ガバガバで腐る。初期値で振るんだったら。初期値振る時はボーナス大事にもらえます。なるほど。ちょっと、俺はもう君らと違ってスキルにも頼らないんで。なるほどね。純粋無垢これでいきます。まあ唯一この中で帰ろうとしている名前ですからね。いや、確かに。いや、ねえ、結婚したい人もいるからね。そうで。ただ帰ろうとはしてるよ。うん、ただ皆さんと違って、触れる技能は多いですよ。回避も逃犯もナビゲートも目星も山岳もあるんで。ああ、確かに。はいはいはい。オールマイティな活躍をね、うん、してくれる。でも、こっちもなんだかんだ、あれですよ、プッシュロールで代用できるやつがあるから、実質見た目ほどなんか触れない技能っていうのが少なかったりします。ちょっとカエルさん、うん、ちょっと今このセッション開始前にこんな画像も作ってもらってすごい申し訳ないことを、はい、お願いするんですけども、ちょっとあのスキルマジで今日の今日まで忘れてたんで技能値振り直してもいいですか。あ、いいっすよ。全部30ぐらいですよ。あとであのチャットにチャパレも入れるから。チャパレ、まあ、確かに最初の方はなんかオープニングあった気がするし、うん、コマのチャパレを変更しといてほしいのと、多分それ変更すると美麗の技能値も変わるんで、また計算し直しておいてもらっていいですか。了解です。じゃあ裏でそれはやってもらいつつ、はい、はい、じゃあ実践のセッションではニュー山見たら降りるくんが参戦するということでね、こ、うん、のステータスも技能値ぶりもお楽しみに待っていただければと思います。さて、皆さんここまで見てお察しかと思いますが、今回の、ルールについておさらいをしたいと思います。はい、はい、今回の狂気山脈ノーホープレギュレーション説明します。まず7班番でプレイします。判定等で特に改変はいたしません。で2個目、探索者の能力値は全て最低値を採用します。で3つ目、幸運のみこのセッションの開始時にダイスロールで決定します。で、まあ、4つ目は、まあ、いないということです。はい、はい、じゃあ早速皆さん幸運の値決めてもらっていいですか。はい、 1D100 でいいですか。はい、1D100 ではなかったはずだな。あ、そうなんだ。あの一応決めるときはもうちょっと 3D6 の優しさがある 10D10 とか 3D6 の 5×、 3D6×5。わかりました。いや頼むぞ、これで幸運これ使ったらマジで。お、55、いいね。あー、ちょっと待って、みんな死ね。70ある。なるほどね、70はでかいぞ。でない人は掛け越した値を、ああ、そっかそっか、だから掛け越した結果かと思った一瞬、はい、反映しといてください。はい、うん、まあダメかもしらんな。ダメかも、高くもなく、まあ低くないからまだいけるかもしれんな。全員50以上ある、強い強い。うん、でもあれだね、あのなんか一番死亡フラグ立ててる人が幸運高いのちょっと解釈不一致だな。まあ確かに。原先生、はい、あの報告があります。何ですか。なんかあの30だといろいろ触れすぎてめんどくさくなったのでこのままでいきます。まあ確かにね。まあ確かスキルってあの発狂すると逆に悪くなるみたいな感じがあったから。そうなんですよ、思ったよりね、なんかあの30にすると技能値が大量に触れすぎてなんかもうめんどくせえかなと思って。まあいいっすよ、自由にやってください。ごめんなさいね。
これ皆さんのスキル見てなんかこれ強くねって思った方いるかもしれないんですが、なんとねこの登山家衝動っていうスキルなんですけど、これ登山行動中にもし発狂状態になると反転してデメリット効果に変わるという恐ろしい、実はあの表裏一体の要素でして、まあつまりこのステータスのプレイヤーにそのスキルを突っ込むとどうなるかっていうと、まあはい、ちなみにあれですね、不定、我々産地みんな15なんで最低値ですから、あの3減ったら不定の狂気に発生します。3で不定いや厳しい戦いだね。多分あの1を 1D4 を3回成功しても発狂するから、この、ね、一応、うん、あの不定のラインは、まあ、毎寝たらリセットってことにしましょう、はい、それも自分でちゃんと管理してください、はい、その3、1がすごい重要なんで、1大事ですね。マジで3チェック、うん、3チェックマジで大事よ。なんならもうニコライさんこのさ、あの特殊スキル6番の消費度 1D6 減少してボーナスダイス1つ得るやつしません？あ、いいですか先生。いいよ、書いても。いいですか、じゃあそれにします。はい、わかりました。ニコライさんスキルは3回振って死にますよ。3回振って6番で消費度 1D6 減少します。マジであれだからこれ小気度 1D6 って非あれかもしれないけど、あれですか、小気度あの60の人からすると 1D24 と同じだから、うん、4D6 と同じ分だから。あれ振って不正入ったらどうなるんだ、もう1回使ったら終わりってことか。1回使ったら終わりじゃないですか。でもこれなんか不正はならないみたいな書いてありますよ。不正はならないね。そうかそうか、発狂はしない、発狂はしないだけで不正はなるのかな。ではなりそうだね、それで一時的に発狂はしないってだけじゃないですか、これ。そうですね。だからマジでそれで1か2出すしかない、俺。苦しい戦いだぜ。あ、いや、ありがとうございます。で、おさらいというか読み合わせもう1個だけ。はい。ネタバレコメント好きなだけどうぞ。もう、ね、してからだ。はい。このシナリオ、ね、もう、初見の方お断りなんで、もうもはや、うん、もはやね、はい、俺らも前回の知識を見てね、うん、好きなだけ語ってください、このコメント欄では。なんですけど、タグも設けてます、配信タグは酔っ払って日本語読めないゴミ山。長すぎんかこれ。ゴミ山、ゴミ屋敷なんだろう。うまして山なんだよな。はい、で長いんですけどタグあるんで、ぜひですねこれでいろいろとあの感想をいただきたいんですが、まあ、あのこのコメント配信のコメント上はいいんですけど、 SNS でつぶやくときは、ネタバレ含む場合はフクセッターさんとかプライベッターさんとかお願いします。はい、そこだけは徹底してください。で、3つ目ホフさんはいません。はい、以上ではやっていきますか。よっしゃー、よっしゃ、はい、よっしゃ、いくぞ、やりましょう、よっしゃ、よっしゃ、じゃあちょっとクリアしてやるよ、余裕でクリアしてるぜ、はい、待ってる工事オスコ。よろしくお願いします。工事オスコがいたことだけ覚えてる、他の NPC の誰がいた。そんなふわふわの知識で大丈夫かな。1年半前なんでやったの。そうね。あ、僕たち3人が初見で真面目にやった、はい、セッションもね、配信セッションあのアーカイブ残ってますんでね、皆さんそっちもぜひご覧ください、うん、はい、ぜひお願いします。ではやってきます、狂気山脈、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。イントロです。ニュージーランド航空の南極観光ジェット機が謎の失踪を遂げた。南極調査隊の必死の捜索の末、旅客機の無線信号が途絶えた座標の先には、未知の巨大な山脈が立ちはだかっていた。前人未到のその山脈は、最高高度が海抜1万メートルを超える、エベレストを超える世界最高峰であることが明らかになった。誰が読んだか、狂気山脈。そのあまりに暴力的な山連に今、無謀に挑もうとする者がいる。果たして、神々の頂きの上で、登山家たちが出会うものとは。というわけで、はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。二週目特有の、二週目特有の早送りしてるやつ。いいですね。ではやっていきましょう。あなたたちはオーストラリア某所、登山道具が所狭し、はい、狭しと壁にかけられたロッジの中、暖炉がパチパチと音を立てて部屋を温めている。あ、白髪の老年男性を中心として6名がその場に集まっている。いずれも色とりどりのウェアを着た登山家たちだ。まずは一人人物が話をします。少々待ちを。はい、
こんな感じの人物ですね。ああ、よく。ああ、ヘッさん。あ、この人がなんか、あの、なんか99とかあった気の覚えてる気がする。そう。はいはい。最強の男。最強の男。みんな集まってくれてありがとう。僕はケビン・キングストンだ。イニシャルを取って K2 と呼んでくれると嬉しい。もちろん、イニシャルに恥じないよう、K2 は単独で登場しているよ。K2 については以下略。はい。山の名前ですね。めちゃめちゃ怖い山だよ。世界で一番高い山はエベレストですか？世界で2番目の高い山は何でしょう？え、なんか分かった。K2 だ。ピポピポン。さすが。今回はパーティー、今回のパーティーはここに集まった6名だ。初対面の者も多いだろう。まずは自己紹介をしてくれ。ということで、デックスの高い順に探索者紹介になるんですが、はい、はい、なぜか、君らデックス低いので、NPC のが早いです。おかしいな。俊足履いてんのかな。コーナーで差つけられてる。まずは、この人物。目つきは鋭いが美目秀麗と言っていい女性。セミロングの 黒髪に自発的な表情をしています。穂高あずさです。日本生まれ、医者をしています。今回はパーティーの医療スタッフとして参加させていただきます。職業登山家ってわけじゃないから、皆さんのように先鋭登山の実績があるわけじゃないけど、それなりに山は登っているつもりです。というふうに言うと、ケビンが肩に手を当てて補足します。彼女は僕が個人的に声をかけたんだ。信頼していい。そこらの自称登山家よりもよっぽど登れる。登れる。とても登れる彼は。彼女は。国境なき医師団で紛争地帯を走り回りながら働く傍ら、休日にはいろんな山をやっている。技術も知識も十分だ。信頼していい。というふうに言い切ります。そして、はい、じゃあ僕は反対側から穂高さんの肩に手をかけます。大丈夫。我々3人も誰も実績はない。そうだ、なんか友達いる気がするからさ、あそこに肩を触られた瞬間、キャッとこうやって驚いてバシッと手を振りほどかれます。そういう話だ。振られた。 APP も最低値だから。そりゃそうなの。あ、そっか、そうか、 APP も最低値だった。そうだわ。そりゃそうだわ。顔隠しとこ。一瞬驚いた後、ちょっと侮蔑の交じりの表情を向けます。面食いやったわ、これ。面食いやったのかな。面食いやったのかな、これ。はい、そして次にデックスの高い、もう一人の NPC が自己紹介を始めます。若く軽薄そうな表情の男。見る者が見れば身にまとっている衣服や装備がいずれも高価なメーカーのものであることがわかる。ゴージだ。出身はオーストラリア。よろしく。ケビンが補足します。彼は今回の登山隊のスポンサーとなってくれたオスコー財団の御曹司だ。と言うとコージが、おいおいおい、御曹司だなんて言い方やめてくれよ。俺はいわゆる金持ちのボンボンとは違う。自らの足で自然に抗う一流のアルピニストだ。お前らと一緒にすんじゃねえ。それはそう。そうだね。それはそうだね。と間違えてこっち来てるかな。今回の登山だって親父が金を出さなかったとしても俺は登っていたさ。いいか、俺は俺の力で登るんだ。オスコー家の力で登るんじゃない。お前の方がよっぽど能力値高いから、今回に限ると。僕たちの装備持ってくいる。だからお前ら多分3人で登って、俺ら3人で別ルートで行くからさ。まあ死体は見たくないだろう。何を言っているんだ君たち。我々はワンチームだ。さあ君たちも自己紹介をしてくれ。おだ誰だよ、 K2 にお荷物持ってきたやつ。というわけで K2 人望ないやろなって言われた登山隊メンバー。でもやる気だけで決めたんだろうな。ケイツちょっと最近なんか調子乗ってっから、あいつ殺そうぜみたいな感じで、ちょっとこの3人を資格として。ひどすぎる。では、デックスの高い順が自己紹介してもらっていいですか。はい、あ、ではじゃあ僕からいきますね。なんかネクスト同じですけど、なんかアイコンは上なんで。あ、どうも、あの日本から来ました、山見たら降りるです。登山実績はそうですね、高尾山を1号目リタイアが自己最高記録です。高尾山というのはなんだね。日本存じ上げていないが、その日本で登山最もポピュラーで最も危険な山ですね。君はジョークがうまいようだね。大丈夫だよ、
安心していい。仲良く行こうじゃないか。いやでもあのやる気だけは、あの真実知りたいんで、狂気山脈好奇心だけは旺盛なんで山を降ります。今何か聞こえた気がしたが、そうか、君は日本人と言っていたから少々英語が苦手なのかな。はい、英語は 0% です。うん、自信たっぷりのようだね。あ、大丈夫そうだ。ちょっと通訳してもらって、通訳してもらおう。なんかあの高尾さん一号部リタイアです時だけ、あずかさんだけすげえ顔してそう。唇を引くつかせまして。あまりにもなんかあの言ってることがめちゃくちゃすぎるから、ちょっと曲曲げた情報をね、あの伝えてるの。あ、ごめんなさい。あの確かに登頂断念した山を実績としてやるのは良くなかったですね。僕はあの砂漠、あの砂山でたかしくんが作ったあの砂場でたかしくんが作った砂山を登頂経験があります。なんか山見たら登るも似たようなことなかったか。よろしくお願いします。ああ、よろしく頼むよ。はい、じゃあこんな感じで。はいはい、じゃあ次は僕かな。僕は一国語ゆいちかです。そうだな、日本人なのかい。Yes. Yes. I'm from Japan. It's with you. EDU 最低だから。EDU 最低。英語力もない。大丈夫大丈夫。あの身振り手振り、ボディーランゲージ、あの、なるほどね。これ This って言っとけばいいから。はいはい。This one please. This one please. This one please. 登頂経験ですか？それは確かにあります。実績は。あ、ジャパンにあるあの大阪にあるね、あの天保山っていう山に登頂したことがありますよ。日本一低い山。君もジョークが好きなのかい？日本一はね、もうすでにあの変わってしまったんですよ。日本一、宮城県の日和山、日和山ところになんか変わったらしいです。あの、知らなかった。地震のやつで地盤沈下で1位になったらしいです。で今調べました。ひよっていくぜ、よろしくお願いします。あ、帰ったらね、あの結婚するんでみんな来てください。よろしくお願いします。よくあれだな、 ATP 最低値で結婚相手見つかったら。あー、まあね、あのこれは男は顔じゃないハートだから。でもハートも低い。パンも低い。ハート冷え冷えだわ。普通に学もない。学もね、マジでもう終わりだ。信用なかったら金もないですけど、信用あります？信用も 10% とかだったかな。金もない。終わりだ。何もない。何もないけど、あれ多分ね、あのペットみたいな感覚で飼われてるんだろうな。あ、ダメを好きなタイプ。この人は私がいないとダメみたいな。そうでしょうね。本当にダメなんだろうな。紐タイプ。物理的にダメなんだろうな。定期的に病院通ってそうだ。マジ目離したらすぐ死にそう。よろしくお願いします。あ、じゃあもうこれ。あずさ。装備も全部彼女に買ってもらったんやろな。パーフェクト紐じゃん。いやこれこれはあれだ、ゴミだわ。彼女からプレゼントもらった装備をバカにすんじゃねえって言いながらおっこに殴りかかる。制圧されそう。殴った拳を簡単に片手で小指で止められますね。なんだこいつは。なんかあれだな、フラも悪いしトボも悪いときちゃマジでもう救いようがねえな。これ多分途中コージーオスコ母性発揮する可能性ある。面白いやつだから自分よりあれ俺こいつら俺がいないとダメだみたいな思考になって解除する可能性があるで身長もないのですごいこう上から見下した顔をしてきます。あ、じゃあもうあのこっちもねバカにされてることに気づいてないんでキラキラして見てます。まあちょっと聞き取れなかったんじゃないですね。英語わかんないでしょ。リスニングできないから。日本人あるよね、それ。センター合計0点ゼロっていくの。名前書き忘れたかなっていうやつじゃん。いや、ゼロってあるの。4択を外し続ければ聞こえてないから、もうあの多分アメリカ人か何かと勘違いして、いや、やっぱかっこいいな外国人さんって言って、目が青だよって
まあね、工事そこそこ APP あると思うんで。はい、ありがとうございます。はい、でその中唯一外国人もねいるんで、 PC で、ね、そうですね、我々の中でもね負けず、そう、こんにちは、レッツゴートゥーヘルです。いや、帰国後さんの APP でびっくりしていたらダメですよ、私は5 地方だろもうこっちだろもうこの中で一番、この3人の中で一番教養がある。登山実績としては、あの八海山という山を何度も何度も登った。なるほ ど、同じ山を登り続けて、それで極みに達したということか。そういうことだ。もう8つの海の山だからな、すごいぞ。八海山って日本酒の名前ですね。日本酒の名前です。でも実際にあったよね、八海山って。だから新潟にあるはず。そこの水から取れたやつで、だから八海山って名付けられたはずだから。おー、ほんとだ。だから日本百名山にも選ばれたかったっけ、八海山って。お前。そう、あの八海山をね、もう何度も何度も飲み干してきたから。あ、飲んでもらおう。ものさ。そもそもとも、あの八海山で山があること知らねえタイプだ。これアンジャッシュ発生してる、あの、だからあの K2、 あの山だと思っているレッツゴートゥーヘル、酒の話をしてるって今下にテロップが出てくる。随分おごそかな名前の山だね。さぞかし険しいんだろう。あ、なかなか強いよ。君は僕とも年が近いようだね。そうね、私は50歳。このパーティーはおかげで教養あふれているよ。あ、若いからね、君のようなものもいてくれると僕も話しやすくて助かるよ。しかし嬉しいな、久しぶりに目を見て話してくれる人いたな。大体みんな顔そらしてくるんだけど。K2 はそういうので判断しない、とてもあの人格者なので。何で判断して雇ってるんだこの人は。判断しろよ。判断はしろ。はい、今回の教養あるって言ってもある、40から14増えてるだけだよ。なかなか第一次登山隊が失敗に終わって、恐れをなして来ない、募集をしても来ない人が多くてね。そんな中、勇猛果敢に集まってくれたのが君たちというわけだ。万有ないよな。死も恐れぬ集団。まあ最終的な選考はオスコー財団の方でやったと聞いているから、あのオスコー財団が選考したのであれば僕も安心だよ。徹夜しながらやっとるって。徹夜しながら酒飲みながら決めて、オスコー財団多分ダーツとかで決めたかもしれない。あれだよね、あのメンバーを選考して、なんであんな落ちこぼれがよみたいな言われてるやつが4人もいるみたいな。3人か。コージーは入れないでもらっていいか、一流のアルピニスマンで。確かに俺らと比べると一流すぎる。ほんと一流だ。かなりよがない。精神力も俺らの倍強いし。確か倍はちょっと。そうですね、コージーは産地30あるんで、君らの倍精神が強いですね。強すぎ。鋼メンタルじゃん。ほんとだよ。定数に至っては産地が90あるんで3倍強いですね。やべえ、3倍じゃねえや、3倍の3倍だから。あ、6倍。屈強な精神してる。心がないのかな。人間じゃないのかもしれないね。ではやっていきましょうか。まず君たちに決めてもらいたいのはという前に、K2 がですねブリーフィングを開始しますね。よいしょ。ですね、さて概要を説明しよう。ご存知の通り、ご存知の通り、この科学の時代においても、かの南極大陸は謎のベールに包まれた土地だ。そこに先日驚くべき山脈が発見された。誰が呼び始めたかは知らないが、狂気山脈、世界最高峰、推定標高は1万300メートルにもなるという、エベレストを100メートル以上も超える世界最高峰さ。先日大規模な登山隊が組まれた。名だたる登山家たちが参加していた。しかし彼らは失敗した。帰還者ゼロだ。あまりにもその大きな失敗を前に各国は尻込んでいる。だが僕たちは登山家だ。今までにない大きな山が姿を現した。臆している場合じゃない。何が起こるかわからない。危険な挑戦になる。だが夢がある。そうだろ？南極上陸の許可やそこからの移動手段などはオスコー財団が手配してくれた。狂気山脈周辺は気象条件が厳しく、安全上下の観点から航空機が飛ばせない。ちょっと待て。
ダイスロールを見えるにしとくぞ。よし。だから南極上陸後、南極調査隊の犬ぞりを借りて南極のふもとおよそ4000メートル地点まで移動する。そこから標高差6000メートルの登山だ。目標は山脈の最高峰ただ一つ。航空写真から割り出された地形図をもとに最も登頂確率の高いルートを割り出したと言って、あなたたちに狂気山脈の地図を見せてくれます。少々お待ちを。よっ、出た方が役に立つんじゃないかな。あ、すごい。ドットだ。こんな感じですね。お、かわいい。かわいい。いい。ちなみに今日のイラスト、今日このドット絵もなんですが、モメントーフ先生に描いていただきまして、立ち絵の方は10分の制限時間付きで描いてくださいってお願いをして。なんで？こちら APP 5とか10しかないんで。それに見合った立ち絵ということで10分縛りで描いてもらいました。そんな無茶ぶりばっかさせて、かわいそうに思いついて。無茶ぶり、一番無茶なのこのセッションなんだ。何が一番かわいそうかって、この描いてくださった立ち絵やドット絵があと1時間足らずにもう髪をなさなくなってしまう。生き残ってくれよ。頼むぞ。ですね、まあおそらく第一次登山隊が登ったのと同じルートになるだろう。さて質問は？ないな。よし、作戦を立てよう。主に装備に関してだ。君たちには装備を2種類から選んでもらう。ライト&ファースト、またはキャラバンだ。さあどっちを選ぶ？細かい説明はしないぞ。じゃあフレーバー的にちょっと穂高さんに、あずささんに、すいません、これってライト&ファーストとキャビンってどういう意味ですか？このそうですね、説明をするのもはばかられるといったような様子で。めっちゃ嫌われてるよ。無視されます。耐久戦とか全くする意味がないので、もうライト&ファースト、ライト&ファーストでガンガン進むしかないんじゃないかな。でも消費する体力は確かにマイナス1だしな、一応説明しとくと、キャラバンの方は医学応急手当精神分析が、いや 10%、体力の回復量がかける2あるから、 そっちもキャビンでいいって気がしないでもない。まあそうですね、体力の回復量マイナス1ってあれですね、3から、あ、2からか、2から自動気絶だから、3回登ったら全滅しますもんね。そう、だから回復をしなきゃいけないから、だからキャラバンの方がいいのか。キャラバンの方が、まあ、体力がね、ちょっと少なすぎるっていう問題が、名前的になんかライト&ファーストの方があってそんな気がするけど、多分キャラバンの方が、ちょっとキャラバンで、まあ、レボすることが可能なんで、はい、よくご存知で。そうですね、キャラバンからライト&ファーストには変更できますね。あ、そっか、荷物を下ろすってことができるのか。ライト&ファーストの方はこんな感じ。後半ナビゲート、跳躍、回避に 5% プラス。あとは、登山行動したときに消費する体力がマイナス1。ああ、ちょっとこの装備、なんか、重いですね。工事持ってよ。マイナス1ってでかくないですか？マイナス1でかいですね。俺らの体力マイナス1でかいんだけど、どうしよっかな。こっちから、ライト&ファーストの方に変更はできますけど、ライト&ファーストから。ライト&ファーストするときにライト&ファーストにするっていうこと。キャラバンには変更できないです。序盤の回復を考えるとキャラバン、いやでもな、これ全員同じ装備ですもんね。はい、勉強2です。だから俺ら PC3 人をライト&ファーストで、他の NPC たちをキャラバンに、キャラバンにして回復してまあだいぶ強いですけど、ね、それができたら、まあ後で考えるっていう意味でも、とりあえずキャラバンっていうのは、そうですね、キャラバン、キャラバンでいいです。まあ、場合によってもうきつってなったらすぐライト&ファーストに切り替えることができますから、はい、大事ですよ。じゃあキャラバン支給させていただきます。はい、はい、ではですね、次なんですが、あれですね、情報収集ができますね。狂気山脈についてと第一次登山隊について調べられます。狂気山脈については図書館後半ナビゲートで調べれます。ほほー、これ今、はい、私たちって山にいますか？山には、まあ、一応ロッジっていう説明だったので、はい、山にはいるのかもしれないですけど、登山行動中ではないですね。じゃあ僕図書館
いや、当判で、とりあえず判定します。いや、ナビゲートが振ってるんですね。お、成功してる。よし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 。なるほどね。じゃあ、情報を出しましょう。あ、行きたいね。南極大陸の奥に発見された巨大な山脈です。推定高度は13,363メートル。確認できる限りの世界最高峰であり未踏峰。気象条件が厳しく十分な調査ができていない。航空写真などの分析から登攀可能と思われるルートを割り出し挑むこととなる。ここからが重要です。6000メートルを超えたあたりから雪がなくなり漆黒の山脈となるようだ。9000メートル地点に高い登攀技術を要求される岩壁、大黒壁が存在する。で、もう一つ。近年、ニュージーランド航空の旅客機が行方不明になり、その探索の最中に発見された。で、行方不明の旅客機はまだ発見されていないとのことです。あとは、もう一個調べられる情報としては、オカルト、クトゥルフ神話、歴史、人類学とかで追加の情報を得ることもできます。お、歴史が確か初期20ぐらいあった気がする。初期値でありますね。あ、5だったわ。7半か。6半か20だったの。じゃあ、オカルトで。人類学なんてものを持ってねー。なら、歴史。人類学は多分1だから。はい。あはい。まあ、学のない君たちには残念ながら無理ですね。うん、あとは、なんと大きな鎌倉幕府。ガバガバやんけ。第一次登山隊についても調べることができます。これは図書館か信用ですね。信用ゼロだ。信用なら何ゼロ。金なんて山じゃいらねえって思ってた。お、ハード成功。マジで。来たわ。マジか。本が読める。情報出します。文字が読める。第一次登山隊はニュージーランドの国家プロジェクトとして発足。新たな世界最高峰の登頂という偉業を成し遂げるため、世界最高の登山家たちを集め、潤沢な支援により実行された。しかし途中までは順調に進んでいたが、標高8000メートルを超えたあたりで音信が途絶える。最後の通信では、メンバーたちの言葉は支離滅裂で、まるで狂気にでも侵されたかのような様子だったという。リーダーの残した、ここは狂気の山脈だ。来てはならない場所だ。という言葉の不気味さから、ニュージーランドはプロジェクトの続行を断念。第二次登山隊は、そのプロジェクトの断念を知ったケビン・キングストンにより民間で発足された。という感じです。はい。これで一通りのブリーフィングは終了になるんですが、この後皆さんは一度解散していただいて、体のコンディション調整をしていただくことになります。出た出た。それでなんか体力とか上がるやつね。そうです。登山、これからの本番に向けて体を仕上げるという判定ですね。仕上げる、これ大事よ。登山系の技能だったら割と言ってもらえれば何でもいいんですけど、で成功すると耐久力が上がります。どういう感じで、コンディション調整をするので何で振りますっていうふうに宣言してもらっていいですか？はい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 。はいはい、なら私はやっぱり山って結局は土からできてるわけじゃないですか。土とか石とかね、はい、できてるわけなんで、地質学で山をね知るってことは、まあ、一回山食っとかないといけないんで、地質学で山食べますね。じゃあそれはちょっと、いや、ミネラルとか含まれてたら、はい、やっぱり必要な成分ですから。アルさん知ってます？はいはい、とある国ではですね、土を食べる種族だ、はい、人たちっているんですよ。まあ、いるのは知ってますけど、はい、それで成功しても多分 HP1 ぐらいしかプラスにならないですけど。一番増えるとしたら何点増えるんですか？異能はね、待って、1D、は、ん？これ変更になってるのか。1D8 プラス5。1D8 プラス 5? すげえ。はあ。成功するとね。で、失敗すると、固定値の5だけ。ああ、土食うだけじゃ1か。そりゃそうだろ。体のコンディション調整 してくれって言ってんのに、土食ってそんな仕上がるわけないやろ。ダメか。皆さん何にします？じゃあ私は体を外界にさらしつつ、目を閉じて遠くにいるなんか触手使ってそうな友人の瞑想をしつつ自然でコンディション調整。ああ、まあそれは許可するかな。
一体化、自然と一体化、環境に慣れさせる。よしよし。じゃあ僕、じゃあ飛びますね、跳躍で。縄跳びしとこう。縄跳びしよう。縄跳びしよう。跳躍で。なるほどね、それは、あれだ、普通の、なんていう、家でやる。家でというよりも、まあね、あの常に。そうそう、オーストラリア来てるから、俺。あ、そうか。じゃあ、オーストラリアでカンガルーに混ざって、跳躍で足腰を鍛えましょう。はいはいはい。いいですね、オーストラリア。はい、どうですか？いや、いいですよ。跳躍は。でも。よし。失敗しました。失敗です、ね。いや、でもここは、あの、ここは幸運を使ってでも、あの、あ、体力はね。うん、体力を増やしておくって、ね。これ伸ばしたらね、あの、増やすタイミングっていうのはなくなってしまうので、はいはい、なるほどね、まあ、幸運も自由ですよ。選ぶ分には重要ですけどね、このつなぎを。じゃあ僕は自分を取り囲むようにピッチングマシンを置きます。おおお。でその来いって言ったら秘宝のピッチングマシンから球が発す、私に山を見たら俺に向かって射出され、それを回避することによって反射神経を鍛えます。なるほど。お仕置きが回避で振りたいですね。ああ、まあ、できますね。よし。クワタレオンみたいなことしてるな。おお。ハード成功。すごいですね。じゃあ、結果的に3人とも成功ですので、1D8 プラス5、体力を増やしてください。やったー。合計18。8。頼む、8。7だ。まあ、2、3じゃん。まあ、ちょっとあれだけど。まあ、13いったし。怪しいな。とりあえず12ぐらいになったから、その、一般人ぐらいまでの体力。一般人ぐらいまでの体力まではなんか。うん、最大値。ちなみに、なんで詳しく聞いたかっていうと、はい、スキル使用できるできないに影響してくるなと思ったんで、一応詳しく聞いときましたけど。どこでやるかは。はい、特に平地でやるって話だったので、スキルは使わなくていいのかなって思いつつ。僕はスキルちょっと使ったら発狂しちゃうんで。あ、私はもともと95あるので。幸運10消費してたったの2か。いや、これやっぱダメかもしれんな。このメンバー。対策は怪しくなってきましたが、何はともあれ皆さんは体を万全にして山脈へと向かったのでした。うん、どうします？小休止入れときます？このまま続けていいですか？大丈夫です。大丈夫です。5、はい。わかりました。ライトアンドファーストでいこう。じゃあ、続けてやっていきましょう。よいしょ。はい。ですね。皆さんは南極に降り立ちました。ここが南極か、テンション上がるな。あれ、みんななんか私たちとそんなに HP 変わらなかったっけ？なんか急に親近感覚えちゃうな。俺のレベルってこと？降りてきたか、俺のレベルまで。おお。私たちが登ったんだよ、カンラという山に。そういうことなんすわね。まずさ、彼らはなんて言ってるんだい？またジョークを言ってるのかな？アズサは答えません。まあまあ語る、まあね、言葉を我々のオーラでね、体感してくれ。ああ、ようやくこの日が来たね。君たちも随分と体を鍛えてきたようだし、何やら前回会った時に比べて、そうだね、倍ぐらいなんか強くなってるような。倍じゃない。倍じゃねえ。もう 1.5 倍ぐらい。1.5 倍ぐらい増えたぜ。うん。君たちのやる気がとてもよく伝わったよ。うん、ゾーンに入ったからあれだな、成功間違いなしだな。さてさて、早速ここから登頂を始めていこうじゃないか。この後はだな、手はず通りになるが、南極調査隊の雪上車を借りてそれに乗り込むんだ。さあ、これで行こうじゃないか。と言ってあなたたちは、雪上車でブーンと向かっていきますね。ブーンブン車かブブンブン。見渡す限りの純白の大地を進んでいくあなたたち、数日の行程を終えてついに南極横断山脈へとたどり着いていくことになります。南極の山々はおおよそ全てが氷河に埋まっており、
氷の上にかろうじて山脈の頭を突き出しているにとどまっている。気候が苛烈さを増す中、さらに氷河を進み、目標の座標へと向かう。どこまでも続く白銀の世界だ。車の中で K2 が口を開きます。進めば進もうと人類の文明から遠ざかっていく。ここには本当に手つかずの自然しかないね。まさに神の聖域だ。かつてエベレストを登ったマロリーたちもここまで不安じゃなかったろうなとぼやきますね。あ、ごめん、ちょっと今車用意してるから後にして。南極って南だからあったかいかと思ったけど違った。Go to hell にマロリーって誰ですかね。そう、多分友達の話とかしてるんじゃないですか。あ、僕好きですよ、マロニー。鍋とかによく入れるんですけど。ああ、あれか。あ、マロニーのことか。マロニーね。オーストラリアでも流行ってるんだな。ああ、美味しいですもんね。うん。あずさ、彼らは、あれだね、随分と仲良くなったように見えるね。やはり登山行動では協調性が大事だからね。これは幸先がいい。レッツゴートゥーヘルは日本人にめっちゃ馴染んでる。日本人組に。その様子を完全に侮蔑しきった表情でアズさんが見てます。侮蔑されてることもわかんないけど。幸せだな。遠く見てるのかな。遠く見てるのかな。でコージーはこう淡々と自分の髪をこうねじねじしたりとかして暇そうにしてますね。コージーはこっちで話そうよ。いや、なんか特に話しかけ、自分から話しかけに。え、コージ大富豪しようぜ。なんだそんな低俗な遊び、いいぜ。俺は大富豪しようだ。乗ってくれた。そんな低俗な遊び、いいぜ。いいぜ。よし。よし。お前らみたいな雑魚が俺に勝てるわけないだろ。勝負してやるよ。ヤギリ、ヤギリあり、リブンバックあり、階段革命なしで。ああ、どんなローカルルールだって、いいぜ。俺はすぐに順応してみせる。よし、お前ら幸運を振れ。それで勝負だ。よし。コーンって効果控えたけどいけるかな。いけなかった。はい。この減った幸運を見ろ。コーン55。レッツゴートゥーヘルはあれですね。あの、幸運55とコーンの間にスペースがないですね。ああ、なるほど。スペースがないですね。本当だ。回目。書き換えたはずが。スペース。はい。よし。何？ハード成功のレッツゴー君が、ね、大富豪。大富豪で帰国誘致が富豪で、でも失敗でも大数運が近い。オスコーが貧民で、ヤマミタロルが大貧民だよ。つけてんな。なんだその変なローカルルール。全然ゲームバランスぶっ壊れてんじゃねえかよ。ヤギリとイルブンバックかで言うなよ。その自由渡しとか言うぞ。わけわかんねえよ。これがジャパニーズ大富豪か。ちょっと俺には合わなかったみたいだな。ジャパニーズ大富豪だけど、レッツゴートゥーヘルが一番なんですよ。まあ、レッツゴートゥーヘルが別にアメリカ人とかそういう、なんか出身狂ったって書いてるから、グラジの可能性もある。あ、そっか。なるほどね。なんだったら、多分、帰国後さんもそんな感じじゃなかったかな。てか、やー見たら俺の別に出身国何も書いてなかった気がする。そう、我々は日本人とは限らない。まあ、そうですね。はい。多分、ちょっとこのエデューとかだ、APP だと受け入れてくれる国も限られてるのかもしれないですね。帰国後、ゆいちかさん、出身東町って書いてあるもん。東町出身ですね。東町国にいます。ステータス欄を自由帳に使うからやろう。ではですね。数日後、あの人たちは目的の山脈、数日間ずっと大富豪やってたんですかね。はい。つまり、氷河に埋まっていない天をつんざく山脈に突き当たりました。狂気山脈です。ここから先は雪上車では入れません。雪上車をそこに止め、犬ぞりで移動を開始します。犬ぞりでの移動目標は高度4000メートル地点までですね。はい。なだらかな斜面で危険地帯もなく、行程は順調でした。しかし、標高3000メートル地点に達した頃、異変は起きました。犬たちがうなり声を上げ、立ち止まったのです。見れば足がすくんでいます。じゃあ、それに習って、帰国も並んで、うーって言った。
で、あの、今見たら、あれなんか犬って、それはなんで犬ぞりなんですか、なんか。こういう時って犬ぞりが、なんかそういう観光スポットなんですかね。お前何も話聞いてなかったのかよ。え？ここじゃ、ここまで来ると雪上車が入れねえからこいつで来たって話だろ。え、雪上車ってなんかそう入れないとかあるんですか。はぁ、あ、まあいいや、なんかお前らと話してるとちょっと頭痛くなってくるわ。いや、それよりなんだよこいつら、ちっとも動かねえぞ。おい、動け動けよ。こう言って、運転をしているコージーが動けと言うんですけれども、全然犬たちは一向に言うことを聞かず、一歩も動かない。さらにはリードを引きちぎって逃げていってしまう犬までいますね。マジかよ。わわわ、骨っこ骨っこ骨っこを振ります。振りますってなんだよ。振り、この骨っこに飛びつきます。よしよしよし、頭を撫でます。あ、所持品にドッグタグあるけど、これを同じドッグの仲間だと思ってくれないかな。大丈夫、犬がいなくてもドッグタグがある。やってる場合じゃねえんだよ。だっけよ、困ったな、これじゃもう先進めねえぞ。歩いて行こう、歩いて行きましょう。行こう、やれやれ。そうだね、下からもらったこの足が、わーすごい、雪合戦しようぜって言って雪を投げ、雪だるま、雪だるま。鎌倉作ろうぜ。あ、鎌倉作りたいな。いいねいいね。まったく、元気だけ悪いようだね。まあ仕方があるまい、高低が 1000m 伸びただけさ、さあ行こうと言って、ケイツーが前向きに話し、あなたたちの登山がここから開始になります。さて、説明は詳細は簡単に、省略して行いますが、ここから先は二等法ナビゲートロールというものを行っていただきながら進んでいくことになります。順番について説明します。まずは天候を決定します。これは、全員でまず1日の初めに幸運でロールしていただけます。これによって天候が決まって、どれだけ安全に登山できるかっていうのが決まることになります。で、天候を見て行く行かないを判断して OK です。ただし、1日停滞していた場合には食料がその分だけ1日減るので注意してください。あ、そうだそうだ、あれにしよう、食料も表示しておくんで自分たちで管理してください。はいはい。30、はい、30日分ってことですね。あ、じゃあ今日ご飯めっちゃあるんで、今日満館全席にしよっか。いいっすね。10ぐらい使って。パーティーパーティー、顔でお祝いして。でですね、登山行動ではまずナビゲートをそれぞれ X 順で振ってもらって、成功した場合には問題ありませんが、失敗した場合にはアクシデントが発生します。で、アクシデントの内容は 1D10 で決まります。自分個人に影響のあるものや、まあ、パーティー全員に影響のあるものも存在しているかもしれないので気をつけてください。で、ナビゲートを振るときに肩代わりをすることもできます。で、肩代わりをする場合は、少々お待ちを、できるんですが、2回目以降やった場合には、回数分だけマイナス 10% ずつ補正がマイナス補正がつくので注意してください。天候による体力消費も2回分発生するので注意してください。はい。で、大事なのは、肩代わりは相手の同意があれば可能です。はい。でも、俺ら肩代わりすると死んじゃうから。そう。まあ、その可能性はありますね。で、停滞では、一旦中断して、休むことができます。で、停滞、キャンプとビバークっていうのがあって、最後まで行かない途中の状態で休む場合はビバークって扱いになります。で、この場合にも、1日終了した時点で HP1 ずつは回復していくんですけれども、それプラスの、なんていうの、体力回復。サバイバル、山岳とか医学とかを使うと、追加で体力の回復ができたりするんですけども、それは未行動の人しか触れないです。で、逆にキャンプだと全員触れます。で、そのキャンプなりビバークになったタイミングでもう一回言いますけれども、医学であったり、サバイバル、山岳を使うことによって、耐久力をさらに回復することができます。回復値は 1D3 ですね。はい。はい。はい、はい、説明以上、質問なければ早速、本番に行こうと思いますが、よろしいですか？はい、やってみましょう。はい、大丈夫です。
はい、了解です。ちょっとデックス順も表示しておきますね。上のところ。これは左が早い順ですかね。はい。あとね、右側から。そうですね。右側から早い順、はい。左から早い順なわけないんだよな。あ、だとしたら私多分一番左ではないかと。逆か、逆ですかね。僕と三浦さんが逆ですかね。入れ替えておきますね。お願いします。よいしょ。同じデックスの中ではあの自由に入れ替えていいので、特に宣言がなければあのハンドアウト順でいきたいと思います。了解です、はい、じゃあまずはあずさからですね。ナビゲートをやっていきます。こうするの忘れてた。あずさはかなり決まっていい。あ、じゃあ天候決定の幸運じゃないですか。天候決定しなかったですね、はい、では皆さん幸運を振っていただいてよろしいですか。最初はこの幸運も15でやろうって話だったんだけど、さすがにこれはね止められて、おや、あ、一人失敗か。一人失敗。これあれだね、消費した分が早速影響してきてるね。早速本当だ。これ体力2点がね高くついたな。はい、じゃあ降雪になります。体力消費1、ナビゲートマイナス10、地下激流マイナス20。はい、まあまあこれぐらいならっていう感じでしょうか。そのまま進むっていう感じでいいですか。はい、まあまあまあ大丈夫でしょう。体力1点ぐらい、俺たちがもうまだ13点12点もある。ギリギリ。では早速あずさから、あのすごくあずさは気張ってるような顔してますね。もうこのパーティーやばいっていう風に言ってません。私が何とかしないとっていう風に決めてナビゲートします。失敗ですね。98。かなりやってんね。やばいかもしれないですねこれは。頼むぜ。早速アクシデントが発生します。2、アクシデントチャート2か。あー、なるほどね。ですね、はい、アクシデントチャート2表示しよう。これ降雪の体力はもうこの時点で減らした方がいいですか。はい、はい、随時減らして、あと、ね、自分が行動したタイミングで減らしてください。あ、了解しました。まだいいです。はい、これです。鉱山病。急に高度を上げすぎてしまったようだ。まだ1メートルも進んでない。1メートル進んでいないのに。全員ですね、サバイバル山岳またはコンベロールしてください。サバイバル成功した場合は問題ありません。サバイバルしかない。これ回復できねえの、やばいぞこれは。かなりやばい。エクストリーム、エクストリーム、ハード成功。あ、失敗。終わったかもしれんな。いや、幸運を10使えば。幸運を10消費して成功させるぜ。それやったらこれからの登山やばいけど。まだ50あるから。まだ50ある。まだ50ある。これ1個ずっと、もう半分半分で、これ1個ずっとですもんね。ヒルもあとね、回復もできますよ。あ、回復できるんですか。回復はね、回復する場合には、あの停滞したタイミングで、サバイバル山岳か医学のロールに成功すると、あとはコンだね。これ医学は他の人からもしてもらえますか。うん、してもらえます。あ、じゃあ、あ、なら教室なくても、まあ、あずさに、あずさにやらせろ。そうだね。働いてもらう。高山病医学、サバイバル山岳、コンにのいずれかに成功するとこの状態から回復します。今標高いくつなんだろう。今3000m。皆さんにとっては水戸、すでに水戸の知りませんが、すでに今水戸だった。はい、じゃあ NPC もやっていくか。NPC はそれぞれ何が高いんだろう、確認させてください。はい、よいしょ。あずさは本が高いね。あずささん、あずささん、ダメだダメだ、これ。可能性がありますね。俺らよりもしかして弱い。ザコ、ザコで荒らせられる。あ、仲間もしかして、K2 はね、こっち側だったか、うん、ようこそ、ウェルカムトゥウェルカムトゥアンダーザグラウンド。ケツさん、ケツさん、山岳低いな。ダメ臭いですね。おはりや、この登山隊。コージはコンかな。だ、コージ全員ダメじゃん。嘘だろ、投稿だね。あれ、バカにしてたやつな方が成功してる。おい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 、
一斉に講座病院に始めた。あなたたちも能力最低値でやりました。ゴーをし始めますね。ごめんなさい。ちょっと気負いすぎていたみたい。あずさがゴホゴしながら、パーティーの後ろに下がっていきます。これってもしかして、あずささん自分の直すために、携帯使って、帰国後さんに使えない可能性はあるかな。まあ、その可能性もありますね。あずさ、俺を優先しろ。頼む。国に婚約者がいるんだ。返してくれ。どうします、あの登山ここで中断してもいいですし。ローリーマイナス20。いや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 、登るよな。まあ、とりあえずまだ登って、ここまで行けるだろう。行けますか。じゃあ、K2 もご報告しながら、まあ、ちょっとしたあれだろうって言って、ちょっとした体調不良なだけだろう。僕は登山を続けるよ。嘘だろ、K2。じゃあ、K2 ナビゲート99あるんですが、まず降雪の効果で10減って、さらに高山病が入るので、マイナス30されますね。おっと、これは雲行きが怪しくなってきたぞ、K2。69で降ります。まあ、ケースさん99ダメじゃん。失敗ですね。GM おかしくない？ GM のダイス目が。そういうのはあのここフリアに文句言ってもらっていいですか。あ、また高山病じゃん。もうかかってるから関係ない。高山病かかってる人は関係ないです。あ、全員高山病、全員高山病来るな、これ。言ってもらっていいですか。みんなで高山病だ。素晴らしい。ハードセイコー。いや、これ今までなんか一人だけ高山病治っていいんじゃないですか。いや、ないです、そういうルールは。はい、ではまあ何はともあれね、あの2人終えましたので、次ファンはコージに回ってきますね。ウェルデックス症ではケージケツよりコージの方が先説ある。コウちゃん頼むコウちゃん。よし、任せろコウちゃん。コウちゃん頼むぞ。オスコ、オスコ財の力。お前らどうにも頼りねえからな。俺が一流のアルピニストだってところを見せてやるよ。まあ、やっぱりコージなんすわ。やっぱりコージなんすわ。やっぱコーちゃんなんですよね。やっぱコーちゃんなんすわ。おい、どうした、K2。あずさ、なんか調子悪いみたいだな。大丈夫か。あいつも高山病なんだよ。あ、高山病、あれ忘れてたわ。あ、それ、抜き込みなの大丈夫だ、ね。成功。高山病プラス、降雪入ってマイナス30。あ、いや、成功。で、それだって1点台。1足りない。コージのナビゲートが55だったかもしれないじゃん。あー、まあそうですね。まあいや、これはちょっと GM がミスったんで抵抗にしていいです。わかった。でもちょっと HP の処理だけ裏でしときますね。はい、はい、じゃあ皆さんどうぞ。30だから49になるのこれ。そうですね、30がマイナスですね、降雪合わせて。あばよみんな。一日か。みんなあれね、スキル忘れないでね、やるときは。これもう登山コードなんですか。うん、もうだいたい登山中は全部登山コードに入りますよ。こういう工程は。なら使うか使わないか任せますけど、使わせていただくぜ。なるほどね。そのためにこのスキルを取ってきたんですから。ゲロ、この土の味はこちらに行けと囁いている。価格95は見当たらない。あれだね、多分地質学になってんじゃんか。地質学、あれ入ってない。あった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 。うん、これって確かボーナスが追加で入ったような。はい、CC1 で触れますね。ですよね。はい、よし。いや、もう見て、この時もマイナス30入るんですよね。はい、マイナス30入ります。はい、いや、見ててくださいよ、ボーナスダイス入ってるんだからね。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。ファンブルになりますね。そうですね、フジロールなんで。ファンブルの時ってなんか、はい、なんだっけ、ファン、なんかこれ2つ振らされた気がするんだけど、アクシデント。ファンブルの時はアクシデントチャート2回振ってもらいます。行くぜ、さよなら。死ぬかもしれない。もう終わるかもしれない。あ、や、7、2回。なるほどね。はいはい、ちょっと待ちよ。ラッキーセブンだ。ああ、なるほど。わかりました。7ですね。はい。やっていきましょう。ですね、説明します。ブロッケン現象ですね。ブロッケンジュニア。登山道に薄く霧がかかっている。一
くとあなたたちの前方に人の形をした巨大な影が頭に幾重もの虹の輪をまとった姿で現れた。イニシエの登山者たちはその姿を妖怪や仏、神と見たという。しかし科学がオカルトを駆逐した時代を生きる君たちは知っている。これが太陽光が影、知ってるかな。知ってる、知ってます。そのぐらい、ビッグフット、ビッグフット、ビッグフットや。神なのか、うん、まあなんかそういう見た目ですね、はい、よくわかりませんが自然現象かもしれないし、ちょっと神かもしれないです。一応ですね、あのこの神の名前をブロッケン現象って言うんですけれども、はい、あなたたちは全員アイディアでロールしてください。アイディア。高山病のものはマイナス 20% が入ります。あ、失敗。バカなんだからわかんねえんだ。わかんねえんだよな。わかんないな。あんねや。あれは明らかに神だな。あれは私の友ですね、第一登山隊。いえ、バカ、いえ、あれビッグフットに決まってんだ。K2 は成功。いやいやいや、やっぱりあれは虹があるってことは天使とか。これマイナスかかってですかね。はい、マイナス20、高山病の人はかかります。おお、エクストリーム。あー、こいつアイディア高えな。マイナス20かかってこれって、コージーは、やっぱコージーなんすわ。コージーは友達だよ。コージーなんすわ。はいはいはい。じゃあ、大富豪で培った友情。とあずさだけはまあ順当に気づくっていう感じなのかもしれません。ケイツーとあずさは、ね、気づきます。もしあなたたちの前にブロッケンの影が現れたのであれば、太陽は、あなたたちの後ろになければおかしい。だが今太陽はどこにある。そんな疑問をケイツーとあずさが、抱いたその直後、影だけの存在であるはずのブロッケンの妖怪の目が見開かれ、K2 とアズサを捉えた。手元を大きく歪ませて笑い、そして消えた。二人は正気ドロール。どうした？アイディアに失敗してる者たちは特にないです。見て、ビッグフットめっちゃ笑ってくれてるって手を繰り返します。で、ビッグフット、我々を祝福してくれてるんだよな。そう、頑張って登りなって。頼むぞって。成功なんでゼロですが、K2 とアズサはかなりビビってる様子ですね。で、これがもう一回入るんですよね。もう一回、はい、またあなたたちはその後歩いていくと、またブロッケンがめっちゃ見守ってる。めっちゃ顔出してくるな。めっちゃ見てくれてるよ。めっちゃあるよ。またブロッケンです。はい、いや、アイディアお願いします。あ、成功しちゃった。あれ絶対神様だって。あの、あれだ、天竺とかに行く途中でめっちゃ顔出してくる仏様だ。すでに一度成功してる人は特に何もないです。お、成功し成功しちゃった。じゃあ成功した方たちは3チェックお願いします。わー、初3チェックだー、失敗。 1D3 ですね。いや、マジや、発狂チャンスじゃん。に、あぶねー、あぶねー、あぶねー、手の狂気一歩手前、あぶねー、ギリギリ耐えた。セーフ。まあ、何やともあれ、またこの現象を目にした後、そのまま、はい、登山隊1個は先へと進んでいきます。じゃあ僕がナビゲートします。はい、どうぞ。あの、高山病にはなってないのでマイナス10で振ります。はい、あ、そう、これだと普通に、あ、そうなんですよね、7班だと。数値自体をいじって、はい、よいしょ。あ、ハーフね、ギリギリだね。じゃあ 1D10 アクセント振ります。はい、どうぞ。9ね。新しい。ああ、なるほどね、わかりました。これでかければでかいほどやばかった記憶があるんだけど、9ですが、皆さん全員聞き耳でロールしてもらっていいですか。はいはい、聞き耳、聞き耳、初吉だ。これ登山成功した方がいいんでしたっけ、失敗した方がいいんでしたっけ、わかんない。あ、成功しちゃった。一人、まあ成功した、エクストリーム成功か。なるほどね、はい、ああ、まあエクストリーム成功ね、わかりました。はい、じゃあ、そうですね、レッツゴーさんは気づきます。はい、雪崩ですね。あーね。レッツゴーさんは雪崩の気配を察知します。これ誰か一人成功すればいいんですが、で、皆さんに知らせて、回避行動をしていくことになります。はい、先生、はい、これエクストリームでレッツゴーさん気づいたから、割と初期段階で気づいたってことで、ボーナスダイスがつきませんか、回避行動に。まあいいでしょう。
これから回避になるんですが、はい、回避かまたはデックスのロールですねになります。投薬でなんとか飛び跳ねて、そのロールに、ボーナスダイスを皆さん1個ずつ上げましょう。はい、はい、やった。いやこれが流れがあることは覚えてたから回避を取っといたんだ。成功。これ跳躍でなんか代用できませんか。えってか回避だったからあれなんじゃない、ゆいちかさんスキルで、あレッツゴーさんだっけそれ。そうレッツゴーさんです。ちなみにというわけで、はい、高山病の方はそれも気をつけてくださいね。なるほど。レッツゴーさん、マイナス18に判定。というわけでレッツゴーはあのプッシュロールをします。はい、はい、いいこの場合ってボーナスダイスはどうなるんですかね。ボーナスダイスは2になりますね。わかりました。また同じくつくので、はい、自然だったよな。これ登山行動じゃねえもんな。自然だ。これ登山行動ですよ、まさに。あこれ今まさにあなたたち登山してますけど。あじゃあもう何でもかんでももうみんな山を登っているよ。まあでもどういう感じでやるか言ってくださいね。はい、というわけでマイナス13なので必ず成功しないんですね。ナイスロプッシュロールをします。いや振ってもらっていいですか、ファンブルの可能性あるんで。あ振ってもらっていいですかね。ゼロでもう CC だけでと、はい、40失敗ですね。 OK です、はい、失敗です。じゃあどうしますか。プッシュロールを使い私は避けます、はい、この土の感触雪崩が来る。マイナス30。しかしこの地形を感じればマイナス30。ボーナスダイスはあると。いやナビゲートがマイナス10のはずなんで。ああだからナビゲート以外だったら、うん、鉱山病の効果でマイナス20。だからマイナス20だけです。ですね。はい。なるほど。よけろ、ナッパー。うわー、いや、ボーナス入ってない。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 いける。だからもう一回振れる。もう一回振れる。ボーナス2ね。ボーナス2だから CC2 でいける。うん。CC2 でお願いします。でももう1回振ってるから CC1 でいいんじゃないですかね。あそうですね、おーエクストリーム成功。じゃああれか NPC のやつやっていくか。あ俺今すごいこと気づいちゃった、うん、言わんとこあれでしょ、あの知覚系技能のやつでしょ。あそうだからそもそも三浦さんの効き目はゼロだから失敗してるっていう2でも、それ俺もね忘れてたんで次からちゃんとやります。そうだ、近く系技能マイナス20だから。このシナリオをキーパー泣かせすぎんか。次からはちゃんと最低します。技能値がいろいろ変わるからね表記として、キーパーめっちゃ管理めんどくさいね。 NPC も多いしで、K2 は回避デックスどっちが高いんだ。デックスの方がまだいけそうだね。じゃあ、K2 は高山病なので K2 は危ないかもしれんな。死んだか。国語さんがエクストリーム成功してるので一人は助けられるって感じ。全員した後に決めていった。なるほど。ちょっと誰助けるか。なるほど。3人どれを選ぶるか。ごめん。わけね。なるほどね。アズさんが急にデックスって叫び出した。デックスって言いながら。技名叫んでるんだろうな。失敗ですね。ああ。ダメだ。置いてこうぜもうこいつら。この先の戦いについてこれない。実際ね、人数減った方がね、ああナビゲートボーナスダイス入れてなかったわ。あ、そうですね。もう一回振った方がいいかもしれない。おやっぱコージーな。コージーエクストリームしてるから。振らなくてもエクストリーム2人で、これ2人助けられませんか。あ、そうですね。助けれますね。オッケー。オッケー。なら、これは、はい、あずっとちゃん助けた方がね、あの、帰国後が。なるほどね。嫌な顔してくれるから。はいはいはい。じゃあ、あれですね。コージーが、ケイツを助けて、はい、ザッとこう二人が助けた直後にこう雪崩がドバーっ て, ーって感じですね、はい、これで見直してくれたら俺たちの顔面インスマス組もこれあれですよ、あの大富豪チームの方が今のところ活躍してますからね。そうそうそう、能力値全員最低値なのに最低値なのに危なかったな、じいさん。あずさん大丈夫かい、あずっちへ。 ありがとう、まさかあなたに助けられるなんて。あなたにひどいこと言う。そう言いながらも感謝はちゃんとしてくれてるみたいです。まあ仲間はね、助け合いでしょ、助け合い。バチコン両目をつぶって意味にします。
ウィンクじゃないんだよな。デックスがね低いから、器用、不器用なの自分。それにはちょっと唇を引くつかせますけど、それでも感謝はしてるみたいですね。なんとあなたたちは無事雪崩を乗り切りました。あぶねえ。本来誰も聞こえていなかったけど。じゃああれ次行ってもらっていいですか、ナビゲート。よしよし、じゃあ最後これで 1000m 力。 1000m 登るのってこんなに大変なんだね。まあね、 1km だからね。マイナス 10% ですよ、ブラックさん。私、あれニコレさん振りましたっけ。僕振ってナダルです。あ、本当だ、あ、本当だ。じゃあ私振りません。自由なので自動失敗になるので。なるほどね。はい、振らないとプッシュロールもできないですけど、いいんですね。大丈夫です。あのナビゲートは居心地のいい場所のスキルでは代用判定ができないんです、はい、ですが、ファンブルの可能性があるのでナビゲートゼロで行ってください。はい。ファンブルのことで、ま、ファンブルとかダサいやろ。まさかね、出す人いるんですか、まあね、大富豪メンバーの中で。11ってメインだけどな。こう11勝すればゼロになって成功しないな。ゼロだもん。うん、ゼロでなんでね。じゃあ 1D10 お願いしていいですか。はい、 1D10 4、 4ですね。なるほど、4はちょっと待ってね、これ7半番で変わってるんだな。あれ、これレッツゴートゥーヘルさんの手間が来るために俺らアクシデント票振る、これ。はい。あ、いや、まあ降雪じゃないくて、かつ11個が出れば。ああ、ちなみにあの肩代わりっていうルールもあるので、まあそれも気に留めておいてくださいね。あと全員あれかな、あの体力1ずつ消費しないとね。はい、消費しといてください。あ、そうだそうだ。で、消費した上で、レッツゴーさんなんですが、はい、あなたはですね、雪の下に隠れた氷河の裂け目クレバスに落下しますというと。さよなら。うわ、さよなら。死んだ。はい、落下しますね。ちょっとこれ最低違うんですが、はい、まず落下ダメージが、26あるんですが、失敗してると思うんで、はい、まずは幸運もらっていいですか。はい、まずは幸運。はい、成功。成功。なるほどね。じゃあ落ちる前に気づけますね。おっと、クレバスがあるからみんな気をつけてね。オッケー。いや、あの、そのところでクレバスは何？クレバスはなんかあれですよ、なんかあのクレヨンを、ああ、小さい頃使ったクレバス。クレバス、クレバスみたいな、そう、クレヨンみたいなやつ。あれの名前か、オーストラリア名前。そうそうそう。どういうことね。危ねえなこりゃ。あの時にクレヨン落ちてるんですね。そう、ここにお絵かきしに来たのかな。景色いいもんな。白いクレバスのキャンパスみたいな。裂け目わかる？氷の裂け目。裂け目、裂け目。おめえらにはちょっと難しいかもしんねえけどよ。あ、これはヒドゥンクレバスってやつだな。ヒドゥン。ヒドゥン。あ、そうだ。サイバーにテックヒドゥンテクノロジー。クレバスってことだ。やべえクレバス。やべえ、あ、やばいんですか。はい。とにかくここを発生させる。なんか24色あるとか。24色もねえよ。落ちたらもう闇の 1色だ。黒しかねえ。あ、まあ全部色混ぜるから黒になるもんね。あ、そういう。お前ら絶対落ちるのよ。もう絶対落ちるね。走りかけるから。落ちるわけないじゃないですか。ああ、頼む。え、ジャンプしていい一旦。あ、跳躍していい。あの、振らせてえな。振らせていいけど、ルールの最低に追加のロールしろとは書いてないから、ダメです。皆さん渡ってください。はい。はい。はい、というわけで、皆さん無事全員、ナビゲートロール終わりましたので、キャンプまで到着します。とりあえず1日目は生き残った。はい、1日目生き残りました。1日目の壁超えたな。超えたな。まあこんだけ余裕でしょ。キャンプに着いた時の処理をいろいろやっちゃいましょう。まずは、全員 HP は1ずつ回復してください。はい、実質ゼロ。山登りってあれちょれえな。ちょろいな。山って簡単だったな。高尾山も最後まで行けた説あるな俺。最初の流れのやつに行動するときに体力消費1で書いてましたけど、降雪と加えて合計2減るみたいなことはないんでしょうか。それはないですね。はい、大丈夫です。もともとあれですから、あの最初のやつは書いてあったのは B だと体力消費が毎日されるよっていうだけの話だったんで。はい、で、皆さん高山病にかかっている方はそこからの回復が可能です。これは高山病のあれをマイナスを入れなくていいんですが、
ちょっと待って、判定忘れちゃった。なんだったっけ。高山病は、コンかサバイバル山岳か医学。サバイバル山岳は他の人に対して使えますか？使えません。自分の回復に使ってください。はい、まあ、理学だけってことですね、他の人に使えるの。はい。それだけ振っとくか、医学。振るだけ振っとくか。まずさは、まずは、自分に。あ、ちなみに、ボーナス、医学の場合はボーナスがあるのか。おい、あずさ、お前、俺助けたよな。そうね、じゃあ、ここは、分かったわ。帰国後くんに、医学を振るわね。じゃあ待ってください。いや、自分で山岳ってから自分で治るかどうかちょっと試してみるんで。はい。あ、大丈夫です。自分で何とかできますんで。あずさ、下打ちしますね。あずさ、こんな人やったっけ？自分で自分を。こんな人やったっけな。はい、させようとします。エクストリーム成功。すごい。じゃあ、あと K2 と。エクストリーム成功だから、そうですね。もう一人分ぐらい回復でもいいかもしれない。K2 はコンかな。サバイバル山岳の戦いか。K2 ダメですね。じゃあ俺一応 K2 に医学だけ振ってみます。ダメだ。何か失敗成功したかこの人。こいつボケ、やっぱボケてんじゃないのこれ。おじいちゃん。俺はメンバー集めからして。私に任せろ K2。ダメだ。K2。コージもダメだ。コージ。コージか K2 どっちか、あずさが。回復するかな。こういうコーチ。俺に任せとけって医学。お。ダメ。ダメだわ。ダメだね。じゃあ K2 かな。あずさの心情的には K2 を復活さ回復させます。なので今のところコージーだけが高山病にかかったままの。コージー、俺らのコージー。状態になった。でもコージーさっき高山病に気づいてなかったし、多分今もそんなに気づいてないよ。高山病に自分がなって高山病になってることさえ気づいてなかったもん。急にゲホゲホし始めますね。ああで急になんかご飯蒸しちゃったかな。いや、なんか急になんかアドレナリンが切れたのか、体調が。うわ、あらあら、してねな、大変だな、暖かくしてねな。今日は早めに寝た方がいいかもしれない。でホテルはどこにあるの？今日どこで撮ってるの？いや、ここだが。え、ここがホテルだが。え、そうなんだ。そうなんだ。安っぽいホテルだな。これ寝てるわ。カプセルホテルか、おいっす。そして、皆さん休んでいるとですね、K2 が、おいみんな、外に出てみろ、素晴らしい光景だぞって言って、声をかけてきます。何？どれどれ。外に出ると、満天の星空にオーロラが出てました。オーロラって何？オーロラって。ほら、ポケモンの技の。あー、オーロラベール。あずさまた顔を引くつかせますけど私たちの方が活躍してるからな。お前舐めてんじゃねえぞ、ザコがよ。頼むぞ本当に。じゃあそのお夢があるのか、皆さんにコーヒーを入れてくれます。どうぞ。手が触れないようにしてこう取っ手の部分をこうくるっと回して渡してくれます。ひどい、ありがとう。でそんな光景を知ってか知らずか K2 は、いやー素晴らしい光景だね、こんなに美しい夜空は初めてだよ、うん、今ここにいる私たちは幸運だ、そうは思わんかね。お、まあ確かに生きて残った、まあ、一番何より生きてここまで来られたのはだいぶ幸運でしょうね。何をそんな小さいことを言っているんだ。登山家たちにとっての栄光は数あれと、やはり世界最高峰人類初登頂、俺に勝るものはないよ。登山家じゃないんで。え、何か言ったかい？いや、あ、なんでないです。結婚記念日なんで。まだだったわ。結婚してねえわ。何か言ったかい？何も言ってないぞ。なんか降りたく、そろそろ降りたくなってきたな。もう、すごく元気がいいみたいだね。よかったよ。エドモンド・ヒラリー、天神・ノルゲ、あるいはジョージ・マロリーかもしれんが。彼らが初めてエベレストに登ったとき、その栄光は二度と他の者には手に入らなくなってしまった。そのはずだったんだ。しかし今になって新たにエベレストを超える前人未到の世界最高峰が発見された。こんなチャンス、後にも先にもきっとこの一回きりだ。登山家にとってこんな幸運なことが他にはない。どうに決まっているよなぁと。
ごくニコニコしながら、あの今誰なんか江戸門の本だ、うんうんうん、わかるよその気持ち。そうだよな、うんうん、イエスイエス、おーイエスイエス。オージーがその場にこう起きてきてですね、ああ確かにその通りだなというふうに話に首を突っ込んできますね。うん、イエスイエスイエス。まあそれもこれも第一登山隊が失敗してくれたおかげだよな。うん、イエス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 。ナイスミーチュー。そこ肯定するんだだよな、俺たちマジでついてるぜ。How are you? How are you? Yeah. ああ I'm fine, thank you. And you? Oh, I'm fine, thank you. その反応に、ホタカだけがギロッとした目を向けて、コージ、あなた何を言ってるか分かってるの？っていうふうに鋭い目を向けますね。なんだよ、怖えな。Yes, yes. どうした？ジャパニーズ積んでるか？あ、アズサ、大丈夫か？ Yes, yes. Yeah. イエスマンだ。健康テーボット。おじゃあその間を取り持つようにケイツが入ってきて、まあ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 その話はこれぐらいにしような、明日も早いから今日はこれぐらいで寝ようなどうしようじゃないか。 OKOKOKI'm fine I'm fine これは間違いなく AD 低いわそう言って何事もなくみんなはあれですね、テントに入ってきますね。あいつは何話してたんだろう、わかんない。なんか第一に登山隊みたいなことを言ってた。なんかファーストみたいなこと言ってたから、多分第一に登山隊のこと言ってたと思うから、なんか第一に登山隊の無念を晴らそうぜみたいなことじゃないの。ああ、なるほど。決意を新たにしてたんだな。そういうこと。やっぱオスコさんなんすわ。まあ、そうだよ。こうちゃん、さすがっすわ。やっぱさすが。顔がいいやつは性格もいいんだな。いいんだな。その中だとこの際に全性格が悪くなっちゃう。じゃあ、あなたたちはね、そのまま寝て、無事、翌朝を迎えることになります。というところで、ちょっと小休止入れますか。はい。はい。はい。5分、10分ぐらいでいいかな。まあ、トイレとかある方は行ってきてください。はい。はい。はい。行ってこよう。で、最初の1時間は生き残ったな。面白すぎるんだけど。やべえ登山始まっちまったな。まさか 4000m まで行くとはな。とりあえず俺も水を入れ直してくるので少々ミュートにします。行ってきます。戻りました。今気づいたけど、これ仮にラストの方まで行ったとしても魔術使えないじゃんこの MP。 戻りました。おかえりなさい。マジか、 4000m まで行くと思ってなかったわYes yes yes。 これをあと 1,2,3,4,5 あと6回繰り返せばいいだけでしょ。なんだ余裕だ。なんかあの後半からなんかアクシデント症の内容変わった気がするけど理論上はそうですね理論上はでもあの後半になるとその NPC 連中がいなくなるはずだから、まあその分ね、その分ね、あのアクシデント症足手まといが減るという、足手まといが減る
どっちが足手間というかね、1回目でもうすでに、ね、分かっ判明しちまったから、分かっちまったからなるほどね。やっぱ人間再開していくか。能力じゃないんだよな。だな。やっぱり心なんだ、ハートなんだよ。や、うん、山はハートで登るものだ。そう。パワー15だけどな、俺ら。ハートなかったわ。ハートなかった。ハートなかった。すべてがゴミなんだよな。かろうじて人間できてるだけ。最悪途中俺らがあの死んであの NPC たちが登場するってるだけの可能性あるんで。まあその可能性もありますね。あの一流のアルピニストさんが残ってくれるかもしれない。とりあえず、朝になったんで食料を1減らしておいてください。グッモーニング、グッモーニング、グッモーニング。はい、そして今日の天候を決めていきましょう。幸運お願いします。はい、まあ、我々運いいですから。運だけはあります。運だけの若林。はい。あー、2失敗って豪雨じゃなかったっけ。2人失敗の場合は暴風になります。いやー、きついね。結構やばいですね。どうします。いや、もう行くしかねえだろ。うん、まあ登る。あんまり停滞するのもな。どうせね、ナビゲート失敗するし。さすがに全員失敗とかなったらやめるけど。ちなみに強風の場合だと、視覚とか運動系の技能にもマイナス 30% 入るんで。はい。はい。はい。それも気をつけてください。言うでね。じゃあ、進んできますか。あと、ナビゲート99がいますから。そう。K2 がね、なんとかしてくれる。さっき99出したような人、あの99の人。では、はい、4000m から 5000m に上げるといったところです。はい。あずさが、昨日はちょっと失敗しちゃったけれど、今日は任せてと言って。そして振り返ると、ね、あの強風であの TM レボリューション起こしてます。よーせ夏が夏が言う。いやだよ。夏要素ゼロ。いや、夏かもしれないじゃん。ああ、なるほどね。あずさと家でも30減るとナビゲーター45になる。ファンブルでもう関係ない。関係30減るからファンブルで2回じゃん。ダメだよ。ダメダメダメ。お前らもうここで待ってろ、キャンプで。1回目。お前もう山降りろ。8位ですね。お前船降りろ。あずさ、お前船降りろ。8か。なるほどね。足で待って、ザコがいると困るな。いやー、ファンブルだったら2回じゃないですか、これ。そうです。1回目やります。1回目。はい、はい。予定のルートから外れてしまったようだ。一度引き返して再度ルートの設定をし直す必要があるだろう。停滞となりますが、体力を 1D3 消費して再度ナビゲートロールをすることも可能です。これって強制的に停滞になる中、2回目の、アクシデント表にチェーンして停滞にできます、できたりします。もしかして停滞になったとしても、その停滞に至る道中でもう一回アクシデントが起きるでしょうね。なるほど。じゃあ、ぶっちゃけもうこれだったら停滞してもいい気がするんだよね。1D さん、消費もでかいし。そうですね。この停滞でまた翌日に。1D さん消費するのは本人だけ。あずさちゃんだけだったら、まあ、一回ここで叩いて直しとく。一旦ちょっと、あずささん、そうだ、17ある。引き下がれないでしょ。アズッチ、そうですね、アズさんも進もうとしてます。そろそろいいところ見せたいもんね。うん、まずは HP が3減りますと。うわぁ、強風で。で、今は14と。このまま行こうと思うけれどいいかしら。いいよ。いいよ。OK、やるな。実力を見せてくれ。1D3 さらに減ります。ようこそこちら側の世界。で、この状態で、再度、ナビゲートを行います。間違った。ナビ。頼むぜ。間違った。5で振っちゃった。ああ、でも、失敗だ。もう一回振りますね。45。おい。頼むぜ。ここ。こっちよ。と、こっちよと、行った先でまたアクシデントが起こります。はい、こっちじゃねえ。また間違えてる。また間違えてる。また迷ってんじゃねえかよ。また迷ってんじゃねえかよ。こっちじゃねえんだよ。本当にこっち合ってる。おかしいわね。また行っていいかしら。あ、どうぞ。もう減るのは俺のじゃないか。
東で2までやりな。意識がさらにマイナス1され、で、この状態でもう一度成功したので、ナビゲートを振ると。45。失敗ですね。ああ。失敗すると、停滞か。停滞を解除し、再度ナビゲートを試みることが可能だから、これはまた。停滞解除は強制か？強制でアクシデント症じゃないですかね、書き方的には。はい、ですね。なるほど。失敗した場合、再度アクシデントチャートを振り直すことって書いてあります。ですよね。なので、もう一回アクシデントチャートが3連続で。これ、3つ迷ってると、ちょっと面白い。失礼します。6。なるほど。6は、火山性のガスだろうが。あ、これなんか覚えてる。前回なんか、地質学じゃん。あ、地質学、地質学がある方は成功すると詳細がわかります。分かってください。もうこの方食ったことありますね、このタイプの方。あのこれって近くですかね、それとも何も関係ない？地質学は、まあ、知識依存なのでマイナスなくていいです。よっしゃ、エクストリーム、なるほどね。まあエクストリームならちょっとボーナス上げるか。まずは通常の判定について、通過する場合はコンロールをしてもらいます。で、失敗した場合は毒ダメージを受けて耐久力と正気度が 1D4 減少します。でガスを迂回する場合は、停滞となります。じゃあ選んでください。あのエクストリーム出したんでボーナスを上げましょう。コンロールにボーナスを付与するか、失敗した場合のダメージと正気度減少が半分になるか。半分じゃないですか。半分だろう、どうせ15だぜ。うん。1D2 になります、その場合。耐久力と正気度。1D2 なら、不定入らないし、うん。俺は入るけど。あと、1回寝てる。定連、二重ライン更新しておいてください。あ、そうか、1回寝てるから大丈夫なのか。1回寝てるから大丈夫。どうします？進む場合はどちらかをボーナスを上げましょう。これってこのコンディションロールは運動系技能に入らないですよね、近くとか運動系に。入らないです。よしよし。じゃあまあボーナスなしで半分の方が被害は少なそうな気がします。はい、うん、15にボーナスをもらってもなって、もらってもなってのが分かりました。もらってもな。じゃあコンロールどうぞ。はいはい、まあ大丈夫、はい、この濃さだったら死にはしない、はい、先に進もう。あ、あずさ、あずさ、あずちゃんどうした？ザクか。ケツは成功してますね。あ、初めてケツの文字が赤いの、青いのを見た。オスコー、こーちゃん。はい、じゃあ HP1D2 減少させてください。あと正気度も1D2、はい、減少させてください。うわ、正気度か。うわ、2だ。マジで1人分めんどくせんだけど、これやばいんだけど。3人分あるからな。キーパーのめんどくささは尋常じゃないんだけど今。だから早めに。エクストリーム。間違った。あれじゃ3チェック。ああ、そういうことか。で、あずさ。1D2。HP が。あずさか、やばいラインに来た。と思ったけど、タイムやばいラインだった。1D2。俺らは元の体力が少ないから、なんか2減って文字が赤くなる、10で文字赤くならないから。よし、 OK。 はい、じゃあ皆さん、毒ガスを受けながら、あれですね、先に進んでいきました。ギョギョ、なんとか大丈夫かい、みんな。すごい、ここ煙いっぱい。大丈夫。あー、温泉かな。まあこのくらいのガスだったら日常的に吸ってるから大丈夫。いやいや、日常的にやばいってことじゃないかな、それは。危ないよ。さて、これであずさくんの番は終わりだね。次は僕が行こう。任せてくれたまえ。昨日は少々まだ本調子じゃなかったからね。今日は急に口数なんか多くなったな。なんたって僕のナビゲートは99元があるからね。69で触れるんだ。当然ハード成功。おお。さすが。ガスガス。こっちだ。じゃあ俺が続くぜ。俺のナビゲーター45だから、まあ0だな。15。0か。0。俺は高山病にかかってるからな。とか。ケイジさん。失敗だな。じゃあ1D10 だぜ。2か。なるほどな。高山病だな。
やったー。おい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 、出番を送ってくるんじゃねえ、コーチ。高山病はですね、根ですね。ただ、かサバイバルですよね。根かサバイバル。はい、ロールしてください。おー、はい、ハード成功。起きた来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 た。よいしょ。おお。ダグがよ。ダグが慣れたわ、この山。まあ大丈夫だね。どうということはない、ね。頼むぞ、アズッチ。おお、よしよし。コージだけだから、ちょっと体調が悪そう。俺は元から高山病だからな。自慢げに言うことではない。こんな体調が悪い中でも、この登山行動を止めねえ、この俺の一流のアルピニストとしての実力。さあ、次だ。はい、じゃあ、行けよ。いい気か。成功。おお、成功する。やるやん。こっちだよ。ガス吸ってもビンビンですよ、元気が。いや、私も僕も続きます。ちなみに忘れてたんだが、ナビゲートマイナス30入るからな。あ、入ってこれです。ナビゲートは79ある。なかなかやるな。任せてください。53。はい、1D10 振るんだな。3か。なるほど、3は新しいやつだな。お前ら、あれだな、ナビゲートアクシデントチャートを制覇する勢いで埋めてる。やばいね、ちょっとアクシデントつきものだから。そうね。だな、これだ。観光地に来てるようなもんだから。滑落だな。おっと、死ぬぞ。待って待って、俺死ぬ。あ、でも STR かける5でいいのか。STR だな、これは。STR またはピッケル。ピッケル。ピッケルは投範技能で触れる。いや、投範の方が近いんで。ピッケル投範いけるなら。で、これ俺だけじゃないですか、これ。多分。はい、1人。あ、そっか。はいはい。後半技能でピッケル触れます。ピッケルでただしマイナス30かかるのか。はい。運動系技能はマイナス30。死んじゃう、死んじゃうよ。成功。マジかよ。成功した。20でも成功するんだね。うまんねえな。デメで殴っていく。いやー。これ本当に登頂できんじゃねえ。いける、いけ、いける説きたな。いけそうな気がする。何回でもいける説きたな。なんかいけそうな気がする。じゃあ私もみんなのナビゲートに続くぞ。はい、失敗です。はい、100% マイナス。マイナス20とかしたんですよ。10、え、あ、10やばかった。また新しいの。一番やばいやつじゃないか。なんかあれ、これ強制データじゃなかったっけ。いえ、違います。10はホワイトアウト、即座に天候が2段階。ああ、でもでもでも、今終わり、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 終わってるので、まあ、あので、体力1D3削っとかなきゃ。はい、行動消費だけお願いします。あ、そうだ、ね、体力です。1D3減らしとかない。あの人たちがキャンプ地に着く直前ぐらいに天候がゴワーッと猛吹雪、危ない危ないありますが、どうやらあの人たちはキャンプまでたどり着くことができたようです。うわー、なんとかこうテントに逃げ込んだっていう感じですね。危ねえ、はい、あのあんだけあずさが減ってるのに我々の誰よりも体力が多い。あんなにダメージ受けたはずなのに。ダメージ受けたはずなのに。じゃあまず体力回復やっていきますか。皆さんまず1ずつ回復していただいて、ね、サバイバル山岳に成功するとさらに 1D3、2D3 ですね。でそれがあの 10% 上昇してるってことですよね。はい、だから振ります。これ大事。これって自動成功はありますか。あ、ね、サバイバル山岳はプラス10はない。あ、ないのか。うん、医学を受けてやって精神分析。あ、そっか。サバイバル山岳振ります。はい、お結構、じゃあ 2D3 回復です。エクストリーム、なんかないですか。マジか。じゃあ 3D3 でいいですよ。あざーす。やったー、やったー、前回だー、前回だー。めっちゃ回復するよ。で、俺なんかあの5連だけど別に 2D3 でも確定全回復だった。やべえ、もう。何の意味も、何の意味もない交渉だったよ。エクストリーム席してるわ。生に対する執着心が半端ねえ。やっぱ結婚すからね。ちょっと待って、生きるといいじゃん。この前に、はい、高山病の方手挙げて、あ、オスコだけです。いないですね。オスコだけ。いないんだったね。オスコだけです。俺ら強いんで。俺ら強いんで。あずさんも全回復しました。7増えて。あと、すげえ。ついでに多分あの、あれ多分ね、あれかな ?K2、1D3 減らしてなくないですか。あ、かも。行動のやつがね。多分、行動のやつ 1D3 減ってない気がする。ありがとうございます。K2。で、あ、1D3 減らしちゃった。2。じゃあ2減らして1回復するから差し引き1か。そうですね。とりあえず1回復して、はい、でこの状態で、サバイバル山岳を振ると。
ゲズ？ゲズ？ゲズもう帰る、帰る、帰ろっか。帰るか。もう。あれ、確か俺、俺未来予知するけど、血吐いて、なんかあずささんと一緒になんかもう帰った気がするから、もう、あとは回してけよ、俺らが。さらに体調崩してしまったようで、HP がマイナス1されました。で、あとは、コージ。コージは、コンの方が高いんだな。コンで、高山病からの回復を試みるが失敗。あぶねえ。コージ。これ、あずさ、自分の回復より、コージ、体回復させてあげた方がよかったな。いや、俺らも医学増えるんで、ね。HP は1上がるんで。これはね、どっちかだけです。あ、なるほど、ダメだ。どっちか振ったらそれだけ。で、終わりです。コージだけ、未だ高山病のまま。あいつ、高山病のまま登り続けていい。やっぱ気づいてないんじゃないかな。やっぱ調子はいいぜ。すげえな、コージ。このタイミングで、あれだな、食料も1減らしといてください。はーい。もろもろ全部処理しちゃいます。はい、いやー、だがよ。俺の歩みは誰にも止められねえんだ。だから一流のアルピニスだからな。お前らメモを取っておいてくれ。この登山が終わったら、俺が武勇伝として語り継ぐからな。あれ、自伝書くのかな。みんなフラグ立ってるな。やっぱりよ、世界最高峰初登頂やっちゃったからには、自分語りしたくなんねえか。なる。わかる。結婚式で言いてぇ。まあ、講師とかに、講演会とか開いてお金もらえるだろうな。確かに。お前らもこれでようやく一人前の登山家って認められるんじゃねえか。いや別に登山家じゃない。別に登山家目指してない。ないんだよ。今何か言ったか。いや何も言ってない。お前らの英語はどうにも聞き取りにくくて。だって英語じゃない。おお、アイム登山家目指してない。ああ、いやいや。ああ、まあ明日も早く行きてってか。いやいや。俺も付き合ってやるよ。レッツゴー。この調子ならあれだな。あと数日もあれば山頂まで行っちまいそうだな。うん、考え、あと1週間以内ぐらいか。まあ余裕だな。1週間食料もこんなに持ってきたのは無駄だったかもな。もう、もう今日パーティーしようぜ、パーティー。おう。あ、いいね。俺も料理なんかしてやろうか。5ぐらい使うか。いいですけど、使っても。多分 K2 は切れて殴ってきます。殴られたらちょっと体力減るな。食料使われるのは切るのか。多分もしかしさらに切れたらピッケルで殴ってくるかもしれない。やべ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 。じゃあ今日は寝るでいいですか。はいはいはい、わかりました。では寝て翌朝ですね。翌朝になるとですね、 K2 がちょっと体調が優れないような顔持ちで、うんうん、食べ過ぎじゃない？食べ過ぎやで。なってますね。高山病かな。昨日ファンブルしたせいでしょうか。調子が悪いな。山降りる？お腹壊した？調子が悪いな。そうか。まあ大丈夫？食いすぎたか？食料も20なんかめっちゃ食ったしな。医学振っとこうか。10あるけど、確か1あるけど。いや大丈夫だ。ちょっと夢見が悪かっただけだから。体調は万全だよ。なんだ。あれかな。怖い夢見ちゃったのかな。幽霊に追われるみたいな。あ、ちょっとね、縁起でもない夢を見てしまっただけだよ。当たって悪口が発生するのかな。今日も行こうか。Let's go。では、幸運だ。例の幸運振ってもらっていいですか。いや、タイクスリーム。イクスリームか。すごい。イクスリームは成功2個分でいいっすよ。あ、頼むぞ。はい、あ、ダメだ。じゃあ、降雪ですね。さあ、どうしますか？行きますか？行きますか？行きましょう。降雪ならそんなに。ゴーゴーゴー。はい。ありがとうございます。失敗するくらいだ。ここ、おっと、少し言い忘れていたことがあるんですが、はい。ここ、はい、まあ、誰が名付けたか、ショゴスノッコシと呼ばれる難所でして、はいはい、ここを越えるまではなんと天候が一段階下のものになってしまうようです。おやおや。なんだって、その後は。ここでは強風でこのままだと進むことになりますが、どうしますか？昨日と一緒か。まあ、昨日も行けたしな、行けるだろう。うん、このまま行きますか？行きましょう。ケイスさんがナビゲート成功させてくれるし。うん、そうだそうだ。わかりました。
うん、そうだね。ちょっと風が強いけど、まあ大丈夫だろう。あずさくんいけるかい？任せてください。というわけで、いきます。昨日に引き続きマイナス30でやっていきましょう。まあ失敗ですね。だらしねえな。だらしねえな。あ、なんだっけ。アクシデントチャート3はですね、あ、なるほどね。これです。滑落ですね。まあでも俺らに被害ないから。俺らには関係ねえか。関係ねえな。あとあれだ、HP も消費しとこう。BT3。3点。で、幸運。まあ、あずっちならだ。あずっち、あずっち。嘘だろ、あずっだろう。で、幸運で失敗して、で、その後、STR かピッケルか。STR またはピッケルに失敗すると落ちる。STR あずさ何本あるんだ。まあ俺らより高いのは間違いねえ。後半の方が高いか。後半で、あ、同じだ。大丈夫。じゃあ後半で代用して振ります。ピッケル。失敗ですね。あずさん、あずさん死んだんじゃない？跳躍で。1D10mか。はい。落下。の落ちたやつを決めます。あ、これね、あれだった。D6 だった。差し替え版だと、ET20mで決めるらしい。え、増えとるし。あ、でも、ね、あ、全然余裕。なので、ね、3メートル落下なら、1D4 ダメージですね。ダメージも変わってるんだな。なるほどね。はい。しかも、跳躍すれば。そうですね。まずは、素のダメージ出しておきますね。にで跳躍を振ります、はい、失敗ですね。まあまあ2点ぐらい、まあ、昨日迷ってた方がダメージ食らってたしな、うん、そうだね。じゃあずさが不意にふっとこう目の前から姿がなくなって落ちてくんですけれども、ピッケルでなんとかこうガリ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 って言いながら3メートルの落下で済んだみたいです。じゃあそれで、これだから素人は、うん、山に登ったことももしかしてないのかな。百馬山も砂登れねえんじゃねえの。一発すごい小さい声で一発ってボソッと言います。あ、かわいいね君。この後すぐ後ろを向いて ありがとうってこう言いながらめちゃめちゃ不本意そうにしてます。ああ、これ仲良く、これパーフェクトコミュニケーションですね。うまく話せたな。うまく話せたな。話せたな。バッチリ好印象。というわけであずさの番は終わり。次 K2 ですね。よし、僕が行こう。まあ僕は失敗などありえないからね。当然エクストリームだ。さすがだ。すげえ。エクストリームなんで、まあ次かな。次の番のコージーにボーナスダイスをあげましょうか。コージー頼むぜ。コージー。オッケー。任せとけよ。しかしコージーは高山病にかかっているので。ゼロじゃない。ゼロ。ボーナスもらったところで。ああ。このままだと、コージ、ボーナスダイス1の0で振ることになります。じゃあ、どうぞ。なら、これ、K2 頼んだ方がいいんじゃないか。うん、そうだね。NPC に活動できるんだ。コージは少し体調が悪そうに見えるからね。僕が肩代わりしようって言うんですけど、コージは嫌いやん。お前何言ってんだよ。もう昨日までの俺の動き見てたろ。余裕だぜ。あ、昨日までもずっと体調悪そうだった。うん。ずっと失敗してたよ。俺のこと信じてねえのか。もしかしてコージ、高山病じゃない？もしかして高山病じゃない？高山病？まさかって笑った瞬間、ゴホゴホって咳込みます。コージちゃん。あれ認めなよ。もしかして、俺ってもしかして高山病？気づけた。気づいた。気づいた。やべえな。やばいよ。俺としたことが5000メートルで高山病になっちまったのか、恥ずかしいぜ。3000メートルからなってたけど。あー、ちょっと体調悪いのかもな。もういいや、分かった。じゃあ今日だけは譲るぜ。それで K2 が肩代わりしてよし、じゃあマイナス10が入るので59で、よし、いくよ。ここはコージーの50無限倍じゃん。無限倍。うん、大丈夫だね。あとそうだ、K2 の体力消費をしてなかったから裏でやっときます。
2回分。あ、2D3か。はい。はい。よし、じゃあ、我々の本領、我々この本体のね、この舞台のエースたちの出番です。エースたちがね。3人のエースで。はい、余裕。いや、くねえ。俺も続くで。ただ30減ると20なんだ。はい。いっぱいですね。まあ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 。体力消費しとこう。ん？あ、2か。2なら全然。あ、そうや。いや、さっき1でした。1は1です。1は1ですね。なるほど。1は初めてか。何初めてじゃない。これでコンプじゃないの？これセーフ、セーフパーしたね。セーフじゃない？そうですね。はい。1は、これです。落石。落石。事前に察知できるかどうか、聞き耳か目星でロールしてください。これは全員ですか、僕ですか？一人だけです。よし。じゃあ僕がマイナス30で振ります。すると15だ。はい、わからないんですね。いや当たりますね。いや、回避ができます。はい、回避はできます。で、回避が67から30減って37なんですね。なるほど。避けるんですね。避けるんですね。おー、かわすわ。当たりません。ふぅ、今何かしたか、狂気山脈。狂気山脈に話が来ます。なんか、あれですね、遠くから、おーっていううなり声が。かもいいでしょうかね。こんな矮小な人間一人を殺せねえのか。殺せないのか。お前らは全ての能力値が最低、人間の最低ラインすら殺せないんだよ。恥ずかしくないのか、貴様。風が心なしか強くなってような気がします。で、今から一体何をするんだ、狂気山脈。何を出してくれるんだ。まあ、1時中、いつもいいですか。1時中、じゃあまた、聞き耳か目星マイナス30でいいですか。はい。ちょっと待ってくださいね。はい。聞き耳か目星マイナス30。まあ、自動失敗になるよね。目星振ってないよね。うん。まあ、自動失敗です。ちょっと一応振るだけ振ってきます。はい、で、あ、スパンすげえ。いいんだけどな。で、使うのが、あれですね。はい。なんていうスキルだったっけ。自然代用スキルです。そうですね。回避用に吹かなきゃいけない。てか、あれにも使えませんでしたっけ。目星とか聞き耳にも一応使える。あ、そうそう。ですから、この目星の、プッシュロールとして使います。なるほどね。OK です。で、これにもマイナス補正はかかりますかね、自然。プッシュロールにもかかります。まあ、近く系技能ですしね。はい。はい、あれですよね。なんか自然を読んでっていう感じになると思うので。自然を読む。使い方的に。山と一体化するのだ。よし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 。おー、でこう。じゃ、かわしますね。自然と一体化したから、狂気山脈が語りかけてくる。最低値以下の人間も殺せないのか。X5 だぞ。風が強くなります。まるで狂気山脈が生きてるかのようだ。じゃあ、その設定だったね。では、ちょっと大変不本意ですが、突破ですね。突破ですね。余裕すぎる。なんか、なんか俺の顔面アチアチになってたんだけど。はい、突破。あちあちになってきたな。あちいわ、今日。あちいな。案外、低くてもいけるんだな。案外いけるんだな、これって。うん、今まで純白の世界であった山脈が、ここから先は漆黒へと姿を変える。あ、漆黒の闇よりうどんなる力にあれが反逆の牙。はい、山はその姿を大きく変えた。あまりの強風のためか、はたまたその特殊な地質の影響か、すべての雪が吹き飛ばされた。漆黒の山脈が姿を現したのだ。また、視界の果てまで目もくらむような高校群が続いていた。ここから先、探索者たちは無数のピークをトラバース、迂回のような形で進んでいきながら、漆黒の山脈の最高峰と推定されるピークの取り付きまで移動していくことになります。うう、これでようやく折り返しといったところかな。ここから先はさらに過酷な登山になるだろうね。まあ、誰も体力とかは折り返してないし、つまり余裕ってことじゃないかな。余裕ですね。うん、そう、そうだね。大丈夫だよね。じゃあ、まずはみんな、一旦しっかり休まなきゃいけないからね。回復をしようか。まずは一点回復。リース。いや、一点回復するだけでもう、無傷になっちゃうんだな。全員一点ずつ、一点回復してください。はい。サバイバル山岳。例えば、高山病だと自然回復、あれだ、高山病、自然回復発生しなくなる。あ、じゃあ書いてありますね。ガンプレ発生しなくなるって。はい。そりゃそうだ。最高。
頑張れコージー。まずは展開、俺はコンで回復を試みるぜ。そもそもコージー定数で振っちゃった。で9だったら成功じゃないですか、コージーなんて。あ、そうだね、成功でいいでしょ。ついになったコージーついにコージーは高山病から復活します。あのね、自分がね、高山病ってね、あの分かったから治ったんだ。そうですね、自覚したから、ね、できちまえ。そう、自覚さえできちまえばこっちのもんよ。どうした狂気山脈、こんなものか。いいね。高山病は狂気山脈関係ないよな。人間の体の問題だから。 K2 とあずさは普通に、回復を試みます。成功、2D3 回復で持って、あずさは医学かな。この状況だったら自分に使うのがいいな。これあれだな、またこのキャラクターを変えて、またチャットパレットでやってっていう、この大変だぞこれは。ほいと、レギュラー成功、 2D3 回復、2回復。あずっち、あずっち、でも俺らにも体力高いんだよな。全開じゃないのに。俺ら見てください、全員ノーダメで探知も2か3しか入ってないですよ。うん、まあ、3000m も登ったのにこの強さ、すごいね。タフだな。見かけによらずついてくるのね。見かけ、まあ見かけはそうだね。話をみんなよ。君たちが僕についてきてるんだ。そうだな。すごい、あの唇をギュッと噛んでプルプルと肩を震わせてます。言い返せないから。言い返せないだろうな、実績的に。どうした、どうした、あれさっき滑落したあずささん、どうしました、どうしました。俺さ、あのサイドステップしながらどんどんあずさんの顔が真っ赤になってきます。暑いんか、んこんな山の中で。どうしたんだい、あずさくん、体調が悪いのかい。おい、どうした、あずさ、体調が悪いなら早めに寝といた方がいいぜ。そうだぜ、そうだぜ。もしかしたら高山病かもしれないし。そうだそうだ、まあ俺らは高山病なんてかからんけど、ね、かからんけど、かからないけど。ちょっと体調が悪いみたいな、今日は早めに寝かせてもらうわって言って、うん、そうそう、バサッと。ケズさん、食料が24日分しかありません。まだ2日目、3日目ぐらいだろ。おかしい。なんか前日に5つ使うとか。戻しておいてください。27にしといてください。はい。あ、奥の方に入ってました。ああ。全く。もし、この中に泥棒がいるんだったら、僕がこのピッケルで容赦なくやっているとこだったよ。殺すつもりじゃん。後半99で、ピッケルを振るところだったよ。何事もなくてよかった。てかよ、俺ら、結構いけんじゃね？余裕じゃね？ここ狂気山脈大したことないんじゃね。ああ。わあ。やっぱよ、第一次登山隊、実はゴミだったんじゃねえか、あいつら。いや、うん、あれだろうな。いやいや。たぶん、全部2ぐらいだったんだろうな、ステータス。ああ、あいつらは、あれかもしんねえな。もしかしたら酔っ払ってて、しかも日本語も読めねえようなゴミの連中だったかもしんねえな。かもな。だとしたら、いけなかったのも納得だな。まあ、昔はすごかったってやつ。まあ、俺らはそういう不覚は取らねえからな。うん、このままサクッと登っちまおうぜ。ちゃちゃっとね、もう行って帰ってきて。あ、もう終わったけど、みたいな感じで。気づけるしな、俺ら。では、そんな雑談をしながら夜が更けていきます。はい。そして、あなたたちは夜、夢を見ます。あ、やべ。やべ。これやべやつだ。ちょっとやべ。漆黒の山脈を、あれしようかな。NPC の画像一旦はけとこう。はい。あなたたちは漆黒の山脈を無数の人影が列をなして登っているような光景の夢を見ます。山が迷走する。ずるりと。山がみじろぎすると、一人、また一人とまるで山に飲み込まれるように登山者たちは消えていく。漆黒の山脈に無数に開いた洞から飲み込まれた人たちが無残な残骸となり果てて吐き出されていく。漆黒の谷があっという間に虹色に染まっていった。
そして虹の谷の一部となり果てた探索者たちの中に君たちは見つけてしまう。あなた自身の姿を。ハンチェック。うわぁ、レインボーロード。はい、うわぁ、いいデメなのに。成功した。何？マジかよ、あいつ。すげぇ。失敗でおいくつでしょう。失敗は、1D4。うわ、でけぇ。成功は1。でけぇ。うわ、不正じゃなくてじゃない？危ね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 。不正ですね。これはなんだっけ、 RT… BMS か、 BMS か。はい、振ってもらっていいですか。はいはい。狂気の様に暴力。暴力されてもなんか痛くなさそうだな。最低値だからな。 1D10 時間でいいですか、このまま。はい、まあ多分寝て起きれば大体治るでしょうね。はい。破壊衝動。1D10時間のこれも一緒に振ってくれるんですよ、これ。破壊衝動。はい。ね、1時間になってるんで大丈夫ですよ。寝て起きたら復活します。夢の中で、こう、滞りというか。めっちゃ眠りながら、こう、なんかボクシングみたいなことしてます。寝相悪すぎだろ、あいつ。寝相悪る。で、アツサが、アツサ成功してんだよな。一致だね。なるほど。もう不定に行きましたか。じゃあですね、不定に入ったのであれば、あなたのスキルナンバーは、7か。はい。反転しますね。反転。あれ、これってなんか、不定から治ったら元に戻るわけじゃないでしたっけ？不定から治れば治ります。じゃあ、特に明日には治ってるから。ああ、そういうことか。ですね。よかったよかった。大丈夫でした。ちなみにまあ、不定に入ったので説明は、いや、しない方が面白いな。はい。寝てるのでね、君はそこまで自分の体の変化に気づけないでしょう。はい。寝て起きた時の最大産地どうしますか？不定なら一旦更新しておいてください。はい。ただまた、1でも3がそこから得ると、狂気がぶり返しますね。はい。はい。で、皆さん、ふうくんも産地はあれしておいてください。はい、上限は調整しておいてください。夢の一桁来たな。さて、あなたたちはそんな夢を見て、そして朝起きます。うわ、腕が筋肉痛だ。登山の影響かな。いや、お前それちょっと血出てるぜ。大丈夫か。血？一体なんで？握り込んでたんじゃねえか。食料こっそり握り込んでたことバレた？お前、何やってんだよ。ケースに見つかったら やべえぞ。殴られる。友達とか。友達じゃん。ん？何か今言ったかい？気のせいです。これからちょっと、第一登山隊の胸を晴らそうねっていう決意を新たにしたところです。はい。そうかい。第一登山会って何？え？お前嘘だろ。さすがにそれはユイチカでも知ってるぞ。え？ああ。知らない？高尾山第一登山隊。ああ、なんか小学生の修学旅行的なやつ。そう。彼らが雨降って帰ることになったからその胸を晴らそうっていう。そういうことね。僕も高尾山登った時は靴ずれで帰ったんだよね、途中で。そうなんだ。今明かされる衝撃の真実。よし、じゃあ行こう。今日も張り切っていこう。じゃあまずは張り切って幸運振っていこう。張り切って幸運だ。行こうぜ。お、今回も成功する。お、二人成功。二人成功。降雪ですね。イェーイ。このまま行きますか。行きましょう、行きましょう。ゴー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 。ゴー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 。よし。では、ここからはアクシデントチャートが漆黒のアクシデントチャートに切り替わるので、はい、してください。よーし。とうとう本番ってわけか。煽りすぎたかな、狂気山脈を。ああ。ちょっとさすがに、殺すかこいつらみたいな感じになったから。やっと本気出したか。じゃあ、今までちょっと失態続きのあずさが、この天気ならさすがに大丈夫と言って。コメントなんで、なんか、ダイスランが見えなくなってるとか言ってますけど。あ、マジ？ちょっとなんか、で見てもらっていい？
まにあるんだよな。あ、本当だ。STR で振っとこれはね、どうしよう、待ちよう。やっぱ表示されないね。これ待ち？もう一回振ってみてもらっていい？はーい。30。あ、ダメ。あ、いった。大丈夫と。あ、よしよし。オッケーオッケー。大丈夫大丈夫。赤。赤。はい。もしまたなったら教えてください。よし。じゃあ、やっていきますか。レッツゴー。はい。はい。ナビゲートマイナス10で、クーヘル。いきます。あずさ、ここで失敗したらもうもっとあちあちになっちゃうよ。なので、おお、エクストリームセット。おお、エクストリーム。ごめん、返上。お、じゃあ次の K2 に。はい、ボーナス台数。ボーナスが。入りますね。よし、じゃあ、89のボーナス台付きで振ります。なかなかいいルート取りだよ。さすがだね。そして、今日の俺は、ひときわ、機嫌がいいぜ。治ったしな。コウサミも治ったしな。これなら、失敗はありえねえ。余裕だな。よし、お前ら任せたぜ。まあ69なら当然成功だよな。この俺に続く道として恥ずかしくないナビゲートしてくれよ。行きますコウちゃん。成功。おお。おお。いいっすね。あ、また見えなかった。じゃあ俺も続くぜ。はい、レッツゴー。ハード成功。おお、よし、じゃあこれで全員成功だ。はいはい、 0% だからな。はい、あと体力減らしておきます。こんなに青いの初めて見たな。4。あれ、アクシデントチャート4ね。なるほどね。少々お待ちを。減らそう。初めてじゃない、こんなに青いの。そう、赤が一つもない。あ、こっちか。よし。はい、おそらくですね、急に突風がわーっとこう吹いてきて、一旦一時しのぎに、はい、あの人たちは洞窟に逃げ込みます。はい、やばいよそれは。あ、やばい。3次減らされるのが一番やばいんだよ。ますね。3次減らされるのが一番やばい。その中で、あの人たちは巨大な生物の化石と遭遇することになります。身の丈 2.5 メートル、うねのついた樽のような胴体、そこから放射状に突き出た細い腕、樽のてっぺんとそこに小布団も、球根ともつかないようなものが突き出しており、そこから人手のように放射状に5本の平たい腕が生えている。太古の海洋生物だろうか。もしかするとこれは世紀の大発見なのではないだろうか。しかし、しばらく観察しているうちに、あなたたちはその生物が何か自分の理解の及ばないおぞましい存在であるような錯覚を覚えた。全員アイディア。ねえねえ、見て見て見て。平べったい石見つけたよ。水切りしたら。大発見、成功しちゃった。成功しちゃった。成功しちゃった。全員成功するやん。俺たちバカだけどよ。だけど、生物の見分け方分かるんだわ。明らかにおかしい生き物だってことだけは分かるぜ。この世のものとは思えない。なんて恐ろしいんだ。動物園でも見たことがない。工事、綺麗にかわすな。工事でかわすな。工事だけ最初ですね。成功した皆さんは、これがやばいっていうことが分かりますね。小3チェックです。1D6。1D6? 成功0。成功0、失敗 1D6。1D6? おお、成功。やばいぞ、これは。成功は0です。あー、やばい。死んでいく。みんなの想像死んでいく。死ぬ。不定だ。これが一番死んだわ、サンチェックがよ。これ、一番引いちゃいけんやつだったかもしれんな。いやー、頼むってマジで。失敗する。あ、いや、あの、ゆうちかさん、アイディアとかないです。もう不定っす。不定っす。あ、そっか。俺、パニックじゃん。ああ、なるほどね。はあはあ、何時間？5時間パニック。そうです。なるほど。じゃあ登山、この登山行動中はパニック状態ですね。うわー、なんだこれ、なんだこれ、これ。あー、すごいすごいすごい。重要な人々って間違いなく結婚相手でしょ。うん、そうでしょうね。関係性は重要か。
まずは山を降りるところから始めるんじゃないか。いや待て、結婚相手に一番この地球上で一番高いところからの景色をね届けたいと思ってこの山に登り始めてるはずだから、やっぱねその人のためのを思ってやっぱり登山を続けなきゃって思う。で僕は高い位置からの写真を届けるんだ。あ、これすごいすごい世紀の発見だ、大発見だーって言いながらその化石にドロップキックをします。おすくんだ、精神分析踏んだけって言います。はい。じゃあ、あずさが振ってくれますね。これ どっちに振ればいいんだろうね。写真撮っとこう。これも彼女は喜んでくれるはずだ。だから今見たら俺がドロップ、片手にドロップキックしてる様が、ね、映るでしょ。じゃあまずはあれかな、帰国後くんに精神分析成功します。もういや両方に振っちまえ。いや待って、山見たらくんにも両方とも成功です。なんか 1D3 回復でしたっけ、などっか7班だとまた変わってくる、確かにあったんだよな。なんかこれルルブ見ないと分かんない。いや待てよ、よくよく考えたら回復するみたいなのあったような気もするけど、写真撮ってもな。どうだっけ。あ、ルルブが絶妙に届かねえ。手が遠そう。ルルブをよいしょ。すごい、6班6班じゃん。なんて書いてあったっけ。そう、あるんだよね7班。なんかちゃんとちゃんと距離の仕方が書いてあるよね、なら、うん、なんかね、精神分析のところに書いてあった気がする。精神分析では66かな、66。いや、どうだこれ。患者は小気度ポイントを 1D3 ポイント得る。お、1D3 ポイント得る。はい、やった。 1D3 回復するね、マジ。あ、俺全開したわ。7回復。精神分析優秀すぎない。強い、こんなに強いの。まあ、だけど、あれだけど、1回不定に入ってる人は、次以降また3チェックで1でも減ると、繰り返しますけどね。はい。またパニックになる、はい。じゃあ行きましょう。はい。じゃあ落ち着いた後に、先バラバラになった化石を勝って足で蹴って、じゃあ行きますかっていう。一人だけ冷静な工事が、お前、バカがこんな石に向かって何やってんだって言いながら。なんか綺麗な石だと思ったらそうじゃなかった。うん、別にこんな写真撮って帰ってもあの子喜ばねえか。スンってなりながら。好きには使えそうにないな。スンってなる。では次は最後かな。あ、これで終わりか。はい、終わりです。はい、あ、これで終わりとか舐めてんのか。山舐めてんの。いや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 、3地7はだいぶきちいよ。マジかよ。じゃあ、あれですね。登山行動で1減って、また1回復なんで、実質プラマイは0。ね。イェーイ。はい。はい。つまんねえな。ジェイト・アズサだけ全回復じゃないので、医学振っておきます。まあ、成功と。じゃ確定で、確定ではないな。あ、2D3 だから確定だった。はい、これで、あずさも全回復になりました。で、飯、食料はもう減らしてくれてんのかな？はい。はい、ありがとうございます。いやー。いやー。どうにかして産地を回復する方法ねえか。いや、もう精神分析しかない。精神分析しかねえか。発狂して精神分析で。月を、発狂して、1減れば発狂するから、1減らして発狂して、精神分析で 1D3 で3出すとか。なるほど。それか。あずさ頼りじゃねえか。俺ら、お前優秀だったんだな、あの人。うん、なんか、まあ、バカにすんのやめてやるか。だいぶあずさからの好感度今低いですけど。それは自分の実力をなさを他人に転嫁してるだけだから。私の今日の登山行動見てたでしょ？滑落？ありがとう。滑落？うん。今日はちゃんと成功した。ああ。明日だって成功する。そうか、当然よ。それを一回成功したからでどうやられてもな。なんかさ、ああ、俺らもう何回も成功してる。成功してるからな。せめてまたちょっと唇を噛みしめます。成功回数増えてから行ってほしい。うん。分かったわよ。明日見てなさい。クリティからしたら見直しちゃうな。私がまた戦闘行くから。よし。じゃあまた明日。ラッセルはお願いしよう。おやすみ。おやすみ。
そしてあなたたちは寝るんですが、やめてくれ、やめてくれ。テントの中寝静まった頃、聞き耳でロールお願いします。聞き耳か、聞き耳なら全然聞かねえ。よし、これ聞き逃しとこうかな。聞き逃して、これあ、これあれじゃないか、あのコージーがなんか一人でなんか行って死ぬやつじゃない、OK、ああ、あ、成功したわ。あ、成功。じゃあ、あなただけ、山見たらくんだけ目覚まします。うん。オージーがテントの外に出ていこうとしてるところを目撃しますね。ついていきます。あ、なんだ、お前も、あれか、俺、ションベンくんだけど、か、ああ、うん、ここでしろ。あ、お前、何言ってんだよ。あ、でもね、人減った方がいいのかな。アクセント表振る回数減るしね。どう思う2人、イマジナリー2人。あー正直コージ特にめっちゃ優秀かと言われたらそうでもないからね。一般的ですが、ただ K2 さんがいなくなったらちょっとナビゲートがやや不安にはなると思います。あー、 K2 は確か強制脱離脱じゃなかったっけ、鉱山で。はい、そうなんですよ。だからコージを残すかどうかですよ。お、じゃあそれならコージ、なので K2 がいなくなった時のことを想定して、コージは、はい、残しておく。じゃあ残しておくか。あ、今お前なんつった、ここでしろって言ったのか。いや、危険な匂いがする。だから簡易トイレあるぞ、簡易トイレ。ほら、トイレ行くだけだぞ。いや、お前の後ろに市長生が見える。そうか、だが俺は俺の勘の方を信じるぜ。あ、そうか。じゃあ、くそ、じゃあなんかいかに携帯トイレが素晴らしいか説得で振ってもいいですか、初期だけ。いいですよ。携帯トイレの素晴らしさを解きます。おい、マジかよ。マジ言ってんの。おい、すごいね。これ携帯トイレというものはな、これは人類の歴史を生み出した素晴らしい敵でありだな。あれだな、なんかビジュアル的にちょっと敬遠してたところはあるけど、意外とこれも登山においてはあれかもな、理にかなってるのかもしれないな。理にかなってる行為かもしれない。うんうん、じゃあちょっと使ってみるわ。オッケー。あとで終わったら Amazon レビューに書いておいてくれ。ああ、わかった。じゃあ後ろからあれですね、YouTube では流せない水温みたいなのが。山見たらは満足して帰ります。帰って寝ます。ああ、ちょっと、なかなかやるじゃん。よし、俺も寝るか。おやすみ。そして、よし、翌朝になりますね。翌朝になりますね。いやなっていいのか。やばい、2週目要素をね、出してくないと、我々殺しないと2回目だから。ね、ああ、おはよう。コージがボトラーになったけど。携帯トイレの素晴らしさに気づいたな。気づいたな、携帯トイレの素晴らしさに。みんな起きてきます。オスコー財閥から作られるだろうな。うん、携帯、オスコーの、コージーオスコーおすすめみたいな。すごいスッキリした顔してますね。まるで元旦の朝によ。うんたらかんたら。感じしがしかた、正直な。そんな顔してますね。おろしたてのパンツだった。ひよりな。さあ今日も行っちまおうぜ。レッツゴー、レッツゴー、レッツゴー。じゃあまず高音からかな。はい、高音お願いします。誰一人かけることなく。ダメだ。はい、イクストリーム。じゃあ2000円は2人成功扱いなので高説だ。高説になります。よーし、行こう行こう。このまま行きますか。登りどくよ。わかりました。ではですね、あなたたちの目の前に岩壁が来たか。いますね。よし、ちょっと肩回すか。あて、五十肩が。私もラジオ体操第2 の最初のやつあります。てん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 。さて、ここでは未登峰ナビゲートロールは行いません。はい。代わりに、あなたたちの目の前にですね、少々お待ちよ。行く手にアイスフォールがありますね。無数の氷の柱が連なり、氷の裂け目がいくつもの深淵を覗かせている。さらに不気味なのは、それらのアイスが、
山肌の黒を透かしているのか、あるいは何らかの成分が混じっているのか、ぬらぬらと玉虫色に輝く黒色であることです。加えて勾配が極めて急なため、どうしても氷壁の垂直凍斑が発生してしまいますということで、はい、ここではクライミングロールを行います。ルールについておさらいしていきましょうか。はい、はい、はい。まず、クライミングロールではクライマーとビレイヤーを設定していただきます。そしてダイス6が固まっているみたいです。はい、おっと、いやこれマジで調子悪いな。困ったよ。どっかで休憩入ったタイミングでちゃんと直してみよう。よいしょ。一旦はちょっと手動でごめんなさいね。1回目のね、クライマーとビレイはそこまで難易度高くなかった気がする。覚えがある。うん。でクライマーは当番でロール。でもし落ちた場合は、ビレイヤーはこのシナリオ特有の技能のビレイでロールします。ちなみに皆さんの当班とビレーの技能値を確認しておきましょうか。はい、はい、どちらも95。僕はどちらも50です。20ですね。なるほど。ゆいの、ゆいちか、お前山降りろ。だが俺は登山行動ならね、プッシュロールで科学、地質学が使える。確かに。ファンブルになったらグランドフォールしますけどね。やば、ファンブルするって96以上出さなければいいだけなんだよね。いや、あれ、あ、確かにね、95以下で成功だからね。実際のファンブルと同じ値を出さないとね。確か、どうだったかな、ビレーはプッシュできないんじゃなかったかな。ここだけ確認したい。俺、山降りる。ちょっと待ってね、それ確認したい。ビレーはプッシュできるのか。でも確か、これ確か1回目のこのクライミングロール、なんか3回成功ぐらいで良かった気がするから、別に3人成功すれば OK みたいな、そんな感じだった気がする。あとね、幸運とビレーはプッシュロール不可で、そうです。です。終わりだ。まあ、一応落ちた時の、処理についても上に書いてありますけど、説明をすると、ビレー成功した場合は落下ダメージ 1D6、 これは跳躍も触れます。で失敗した場合は、クライマーは幸運でロールしてください。でそこで成功すれば1ピッチ分落ちたということで 2D10 ダメージで、また跳躍は触れます。 2D10 でも死ぬんだよな。で幸運にも失敗した場合はグランドフォールになって、現在のピッチ数が掛け算で乗ってくるので気をつけてください。はい、はい、はい、以上。じゃあ早速登っていきましょうか。はい、これ1ピッチ目はどうしましょうか。もう後半高い人でいいんじゃない。はい、帰国後さんがビレイヤー になって、私がクライマーになれば一緒に上がれる。あ、うん、というかあれか、いやこれ全体判定そうですね。だから毎回2人ずつ選べばいいだけだから、そうです、私がクライマーすればいいんだ。ここ私に登らせてくれるかしら、アズサがキリッとしたかを見。なるほど、気の内は。いけいけいけ、私がお荷物じゃないというところを証明してみせるわ。じゃあ俺ビレイするわ。大丈夫かそれ。大丈夫か。ダメっすね。ビレイしてきます。わかりました。じゃあアズサが当番でいきます。いくわよ。レッツゴー。ストリームセーブ。おお、正解にスルスルと登っていきます。1分ぐらい、一旦1ピッチ到達ですね。行くストリーム成功で出てるので、次の当番にもどうだろうな、ボーナスアイス上げすぎな気がするけど、まあいいか、ボーナスアイス上げます。次の後半に。もうこれ以上プラスマイナスの計算をしたくない。さ、次は誰が登るの。じゃあ次はあれじゃない、レッツゴートゥーヘルじゃない。レッツゴートゥーヘル、ヘルに行こう。後半95を振ります。でボーナスアイスが1と、はい、まあまあまあ最強すぎる。さっさと登るよ。ここは私の家みたいなところが100。怖っ。ボーナスダイスなかったらこれファンブルだったぞ。やばすぎでしょ。危な。130ってやばすぎか。まあでも登れますね。あずさのおかげと言っても過言ではない。過言ではないな。確かに。あずさがあそこ気をつけてねってすごい念押し念入りに言ったんでしょうね。うんうんうん。
あそこ行ってたらやばかったみたいな、多分そういう感じでした。危ない危ない危ない。いや森は私の住みか、そんな感じのスキルを持っていた気がする。居心地のいい場所。そうで、これ2ピッチ、はい、2ピッチなのでもうあれですね、登り切りましたね。余裕余裕。マジかよ、消費山脈雑魚すぎんだろ。ちょっとまたあの強い風が吹いて、こううなり声のようにゴーってありました。今何メートルでしたっけ。今これで8000メートルまであなたたちは進まりました。なんて言ったっけ、レッツゴーさんだっけ。はい、あなたなかなかやるわね。そりゃ随分と上から目線だけど、こっち側からのセリフだな。あんなになんだ、君なかなかやるね。まあこれぐらい当然よ。滑落の時もその技術見せてほしかったな。まあ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 、その辺に しておかないかな。まずはご飯を食べよう、仲良く行こうじゃないか。そうだね、コーチもなぜかいるし。おお、そうだな。明日次のクライミングがあったら今度は俺が登ってやるぜ。大丈夫かな。今回は出番がなかったからな。コーちゃんならやれるって信じてる。当然だ。てかサルト、私さっきビリエア決めてなかったな。じゃあそうだった、俺がやるか。ありがとうコーチ。ちなみに、今あなたたちを 8000m まで進めたんですが、はい、ここではここからはといった方が正しいかもしれませんね。酸素がかなり薄くなってきていた、ため、寝た場合 あの耐久力の自然回復が発生しなくなります。はいはい、まあ山岳サバイバル振ります。はい、私はあの行動で位置減ってるから、よしよし OK です。では全回復になりますね。なんとここでも全員全回復の状態で、まだまだね、まだ全然いけるぜ。あとだって1万メートルってことは、あと2000〜3000メートルでしょ。もうなんかもう見えてるよね。本当にだってもうあの犬の移動で届く距離じゃん。うん、犬の移動で3000ぐらいまで来たから。確かに、こいつら舐め切ってるな。ただ問題は分からせて、K2 さんとか穂高さんはそろそろいなくなってきた。今何か言ったかい。明日も頑張ろうね。そうだね、僕に任せてよ。そうだね、ハンガー絡むな。まあこんなに高度が上がってきたからね、しょうがないのかもしれない。さて今日も早めに寝ようか。よし、寝たくねー、何か起きそう。思いながら寝る。夜、あなたたちは再び夢を見ます。死んだから。あいつだけは。さて、描写をさせてもらおうかな。この3人の唯一の弱点だからな。僕は完璧なんだけど。あなたたちは、切り立った巨大な漆黒の壁を登っている。すると、足首をつかまれ、下を見下ろすと、そこには腐った肉がへばりついた白骨が、白骨の登山者が君を奈落の底へと引きずり下ろそろと首についていた。もちろん、もちろん、この山を最初に登るのは俺だ。白骨が喋る。その声に、そして白骨が戻っているウェアに心当たりがある。あなたたちは全員 1D4 でロールしてください。1D4、 はい、はい、なぜかわからんが、俺はそろそろダイソー振るのがめんどくさくなってきたから、コージーだけ振るぜ。2、なるほどね。皆さん、じゃあまず、1の人はいないんだな。2の人は、第一次登山隊のメンバーでしたね。お、誰だこの人。そうだ、知らないんだった。そうだ、だから知らない人ですね。知らない人、知らない人だ、知らない人だ、知らない人だ、知らない人にはついていっちゃダメってお母さんに言われてます。確かに知らない人なんだよな。知らない人がついてきてるんだよな。悔しいけど知らない人って言ってたから、まあ3チェックやってもらうんだけど、大した場合軽減でいいよ。
やばいですか。わーい。あの、0を 1D2 にしたけど、半分で。はい。まあ、1D2 で。はい、で知らない人に捕まるのは、それはそれで怖いからね。まあね。じゃあ、カジは成功したので、マイナス1。コージもそろそろ、あれだな、不定のラインを更新しとかないといけなそうだな。で、3の方は、3の方はね、あの、はい、なんかやれって一瞬思ったんだけど、あの、特にその後、ぐっすり寝れました。あ、やった、危ねえ。一番最初。特に何もなかったです。あ、ってことは4は逆にもう回復するぐらいの勢いかな。で、4は、過去に失った友人ですね。触手の魔術を使うあいつ。が、まあ、あの、落ちろ落ちろって言ってきてたので。そうだよ、お前はそういうことをするやつだよ。まあ、そんなことがあったのならば、まあ、3チェックですね。はい。失敗しますけど、成功でいくつですか？成功は1、失敗は 1D4。あ、でもまあ、4は残る、5は残るか。2。安い安い。まだ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 。安い安い、まだ平気。まだ半分ぐらいね、半分以上残ってるから、俺ら、3チ。あれですね。まあ、夢の中なので、問題ないんですが、またあれですね。すいません、あの、まだ拳振り回してますね、だから。はい。ブンブンし始めてます。私も寝ながらパニックになってます。いや、こいつ寝相悪いな。こんな状況を見ながら、あなたたちは、朝起きます。また手の筋肉痛か。昨日の当伴が効いたかな。うわ、よく寝た。すっきりだったぜ。まあちょっと悪い夢は見ちまったかな。こんぐらいなら問題ないぜ。だけだぜ。だぜ。だぜだぜ。行くぜ。さあ、登場まであと少しだぜ。あれする？ちょっとだけ休憩入れとく？あ、まあどちらでも。ここは大丈夫。大丈夫。じゃあそのまま続けちゃいます。幸運判定ですね。幸運。はい。まずは幸運お願いするんですが。はい。少々お待ちいただきたい。お、二人成功。あ、でもマイナスになるんだっけ？はい。このロールは少々お待ちいただきたい。ですね。ここから先は人類の生存限界であるデスゾーンへと突入します。はい、俺にとってのデスゾーンは地上0メートルだけどな。ゴミじゃん。今までキャンプで発生していた耐久力回復がこの先はなくなり、逆に1日ごとに耐久力が 1D3 ずつ減少していきます。よっかり死ぬ。これをデスゾーンペナルティというんですが、これは、サバイバル、今まで回復に使っていたサバイバル3学または医学に成功することによって打ち消してなしにできます。はい。で、状況を説明すると、今あなたたちは 8000m にいて、これから 9000m へと向かっていってます。で、この時点はデスゾーンペナルティはないです。だから何かあった時に 8000m 地点まで降りてくればデスゾーンペナルティはなくなります。また 7000m まで行けば、またサバイバルの山岳であったり医学の回復をっていうのはできますね。けどここから先 9000m 以上に行くとデスゾーンペナルティがどんどん発生していきます。じゃあここでパージした方がいいのかなっていう考え方もありますね。回復がなくなるからさ。ちなみにおさらいをしておくと、装備を変えると、ちょっと何が上がるんだったっけな。ナビゲートとかが上がるのは知ってるけど、もう意味が当伴ナビゲート跳躍回避に 5%。 あ、で当伴があるのいいな。もともと山岳には回復量が増えるだけだから、それが意味なくなるから、ここはパージした方がいいと思う。ガコン。ここにデポしていくっていう形にしましょう。デポしていきます。はい。別に捨てるわけじゃないので、この 8000m 地点に残していくっていうことになりますね。はい。はい。じゃあ、精神分析がちょっともったいなかった気もするけど。まず、食料14日分まで減らしてください。で、差分は何歩だ ?11。11ですね。じゃあ、デポを11にすればいいのかな。デポの方を11にしてください。 8000m まで来ればここで食料を補充することも可能です。はい。パージする。はい。じゃあ先に進んでいきましょうか。そしてさらにですよ、さらに、ここから先は、ごく高所では
とても天候が不安定なため天候決定ロールにマイナス 30% の修正を受けます。終わりだー、はい、全員失敗だ、全滅。これもう一回振っていいよ、あの、あ、そうですか、あとのあれだけ。うわー、マイナス30でしてください。幸運がいくつになるんだ、55だから25。お、一人で30。あ、間がない、間がない。これ登るしかないし、高雪だ、高雪だ、高雪ですね、行くしかねえ。これタイミングチャンスだ、狂気山脈ちょれちょれ、狂気山脈ちょれ。ボナビゲートにマイナス10されちゃって困るな。だいぶあれですね、キーパンをピキってきましたね。雑魚同じ、やめたら300。あずさが、じゃあ今日も私が天井を切るわよ。うん、当然いくつにね。すごい。で、次はコージか。じゃあコージ、こっちの道に進むといいと思うわよ。おいおい、俺に刺すとすんじゃねえよ。だけどまあ進んでやってもいいぜ、まあ、当然成功だな。おー、余裕だぜ、生きてるね。そして、K2 ですね。 K2 ならもう余裕っしょ。うん、そうだね、僕のナビゲートは99あるから失敗することはありえないね。ありえねえ。うわ、ここなんかねー、 K2 大毒に K2 が血を吐き倒れます。バカだ。うわ、あずさがすぐ駆け寄って診断しますね。まずいわね、排水腫と脳腫瘍を併発しているわ。排水腫、重度の高山病よ。あ、高山病か、じゃあ治るな、じゃあ治るな。排水腫そうよ、すごく重い高山病だと思って構わないわ。これ以上は進めない。すごく高次になるってことか。え、あ、なんか言ったか、超工事じゃん。なら K2 でデポしてくか。デポしてくか。いいか、お前ら、これはシリアスな死んだぞ。あ、うん、K2 一体どうしたんだ。どうす、 K2 一緒に登るって言ったじゃないか。すまない、許してくれ。K2、 そんな、このまま K2 をここに残して置いたら衰弱死してしまう。私はすぐに K2 を下まで下ろすわ。たった一人で大丈夫だ。彼を担いで下ろせるぐらいの体力はちゃんと持っているつもりよ。体力とかの問題じゃ、問題じゃ。ふんと言って K2 を背負います。よい、そういえば俺たちの4倍の STR を持っているんだった。なんて強さだ。俺たちが弾になっても勝てねえ。そういうこと。どうせあなたたちは止めたってこの先に進むんでしょう。はい、うん、特に工事がね、はい、うん、ああそうだな。俺らはてっぺん取らなきゃいけないからな。そうだよな。ああ工事来てた上に登る理由ができるな。取るなんて背の順ぐらいだったけどな、人生でてっぺん取ったことなんて。前の方のてっぺんかな、うん、次のてっぺんは随分でけえてっぺんになるな。よし、こっちのことは、あとはこっちでやる。あずさはとっとと、あのじいさんを下ろしてやれよ。わかった。じゃあ、何かあったら、無線で。無線？私たちは、無線？無線って7000メートルまで降りるけど。金がないってこと。あ、あるわよね。大丈夫よね。無線は、あり得る。今無線ですよ。信用ゼロですから。ああ、お金ない。お金はあんま持ってない。ちょっとまた、ピキってきますね。ああもういいわ、とにかく一刻を争う。私は K2 を下ろすから。それじゃあ頑張って、バイバイ、また明日。ああ、また明日、本当にまた明日にならなきゃいいかな、ま、というわけで、アツサと K2 は離脱になります。未来でコージーだけがこの場に残りましたね。でもって、コージーもから先はちゃんと動かした方がいいので、机のラインを回復させておきます。はい。
俺らの最強だから、俺らの最強の俺の産地は24もあるぜ、はあ、すごすぎる、強いすぎる、圧倒的だ、俺の3倍以上だ、3倍以上すごい、任せてくれ、 HP も一番高いしな、やばいな、俺がお前らの柱になる登山隊の第二次登山隊の柱になれ、工事をすこう、あのおっさんをここで失っちまったのは惜しいが、だが仕方がねえ、失ったやつは戻ってこねえ、いいか、俺たちはワンチームだ、ブレるんじゃねえぞ、いや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 、イエス、I see I see、 OK、 ナビゲートをしていくぜ、ああ、行け、プラス5とマイナス5だから、エクストリーム、おーエクストリーム、じゃあ次ボーナスデータあげます、300ちょれー、強すぎる、狂気300ちょれー、狂気300ちょれー、寄せて仲間感出していこう。配信上だとすごい、配信画面上だと仲間の感じになってます。次ボーナスダイス付きで。わあ、ボーナスダイス付きで失敗だ。うわあ、ボーナスダイス付きで成功できないんですか？これ、はい、プッシュしてもいいですか？そのまま。お、できますよ。プッシュをします。これはファンブルよりもさ、多分45でもうプッシュしたら成功率の方が、成功率の方が高い気がする。でここは。うえー、よし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 、俺の指示通りだ、よくやった、はい、だから、あ、今回初めてあれですよ、あの GoTo ヘル君成功の確率がありましたよ、 5% ほど、そうだそうですね、あ、そっか、ナビゲートプラス補正もらってるか、プラス5もらってるから、はい、5%、 ゼロ点プラス5で 5% プラスされます、もう CC 振る準備してた初めての初めての、どうぞ成功、はいはい、温泉認識システムはちょっと、ね、ダメだった。じゃあ 1D 中いいっすか、はいはい、じゃあ1食らっとかないとな、10、なるほどね、なんかやばかった気がするんだけど、10はね、はい、あ、1減らないっすよ、あの装備 B の効果で、あ、そうですね、10はね、あ、10はブリザードです、あー、あ、問題ない、いや、何も問題ねー、何も問題ねー、はぁ、デックス5でよかった、よかったよかった、やってらんねえよ、こんなのはおい、余計300ちょれどうなってんだこれ、いいよ、本気出せや、まだノーダメまだノーダメです、もっと熱くなれよ、じゃあ、あなたたちはデスゾーンペナルティを受けていただけます、まだはサバイバル半額でいただいて成功すれば打ち消せます、はい、あー、まあさすがにね、ちょれーちょれー、エクストリーム、あ、これレッツゴーというよりエクストリームだから帰国後さんのやつ帳消しにできないですか、いや、これは自分に対する発展なので、それはできませんが、はい、ね、エクストリームの場合は逆に HP が1回復します、満タンなんすわ、満タンです俺は無傷だったんすわ、とりあえず失敗した方は 1D3 です、あ、1D3 か、工事は半がっつり削れましたね、あ、1ですね、おぉ、ちょれーちょれー、そうかよ、舐めてると潰すわ、長期山脈だなマジで高尾山の方が辛かったわ、靴ずれが靴ずれたから、天保山の方がちょっときつかったな、やっぱ八海山が一番辛いわそうかよですね、あなたたちは 9000m に着いたところで目星ロールを行ってください、はい、あー、やだこれ、近くマイナス20だから、降雪の影響を受けなくていいです、あ、オッケー、この影響を受けません、見えた方がいいやつなのかな、あー、見えないです、あ、見えね、見えた、成功した方はですね、歯がボロボロになったアイスアックスを見つけます、これは歯がボロボロになったアイスアックス歯の矯正しなきゃダメだよ、この歯だ、レッツゴー君はこのアイスアックスに見覚えがありますね、なぜか、これはあの触手の魔術を使う友人の、どうなのか本当に使うのか分かりませんが触手の魔術を知っているか知っていないか、なんかちょっとそこら辺曖昧だけど、なんかそこら辺に関する友人のマスカイツ、ここでこれに気づけたのであればもう一回目星で周囲を見渡すことができます、キョロ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 どうしよう、成功していこうかな、あ、フッティリアさんですね、
じゃあ居心地のいい場所を はい、居心地のいい場所のスキルを使っときます。わかりました。成功していいのかなこれ。やっとか。いや、自然と一体化するんだ。レッツゴートゥヘル。自然と一体化。よしよし、なるほどね。では、そうですね、レッツゴーさんは周囲を見渡すと、そうですね、よいしょ、風よけができそうな山肌に一人の死体を発見します。はい。ですね、私は、極めて正確に、回そうと思いますので、はい、ちゃんと処理するんですが、初めて死体を見る場合は正気ドロール。うわぁ。皆さん見るのであれば、正気ドロールしてもらっていいですか。はい、これでレッツゴートゥヘル以外は見つけてないだけじゃないかな。ヘル君だけ見るんだったらヘル君だけでいいですよ。全員どうしますか。見る方だけでいいです。見たくない。見たくないならヘル君ここでお別れかもしれん。見たくない死体は見たくないな。見たくない。確か 1D3 とかあった気がする。 1D3 って俺らに取ったら実質 1D50 ぐらいの威力があるから。じゃあ、まあ、あれかな、ゴートゥヘル君だけ見るって感じかな。はい、わかりました。まあ、率先して成功してたので、事前の流れとして見たんでしょう。じゃあ、失敗してるので 1D3。あ、同期同期させてください。3との戦いになってきた。3。なるほどね。また暴力的な衝動が。もう死体殴りつけるしさ。死体を蹴り飛ばすしかない。できますね。一応描写だけ先にしました。はい、死んだ登山家は衣服などが凍っているが、皮膚や肉は半ば溶けかけており、一部分の骨が露出していた。谷底に見た死体は見てないんで、露出していました。投資と考えるにはあまりに不自然だ。足を負傷しているが、行動不能になるほどではない。適切な処置を行えば、歩いて降りることは可能な傷だ。あれですね、こう、登山道具とかバッグとかを。持ってる感じですね。どうしよう、暴力衝動発症しちゃってるからな。かなり今あなた当たり散らかしたい。死体側のそばに近寄るなーっつって死体を蹴り飛ばします。じゃゴロッとこう死体が崩れて、そのバッグの中に入っていたあの食料とか酒器とかがガサガサッとこう出てきますね。これは一体、これ読んだらまた正気で減りそうだけど読んどこう。わかりました。ですね。はい。お前。武器を読むのであれば、よっこいしょと。これはね。ああ、なるほどね。じゃあ、手記はね、当然、あなたのよく知る、なんだっけ、職種使いの友人からのやつなんですが、はい、俺はどうやらもうダメのようだな。っていうふうに記されてて、そうだな。この山は人間の領域をはるかに超えてるみたいだ。俺たちの我々第一登山隊の失敗を耳にしてもなお、この山に登ろうとするような愚か者はもはやいないだろうな。しかし、なぜだろう。どうも嫌な予感がする。なぜ俺はあいつのことを思い出してしまうのだろう。あいつはもう年だ。若い時に培った技術はあるが、力も体力も器用さも教養もなけりゃ容姿も悪けりゃ趣味も悪い。ボロクソじゃねえか。あいつがこんなところにまで来るなんて、まあ、そもそも来られるはずがない。だがしかし胸さが騒ぎが収まらない、まあ、念のため次に続くもののために攻略のヒントを記しておこうと思うっていうような感じで、この大黒壁を登るためのヒントが書かれていました。具体的な処理については登るときに説明をいたします。はいはい。職種君、これは一体誰に当てた足利なんだ。わからない。そんな友人がいただなんて。そういうとこやぞ。じゃあ暴力衝動ということで手記を蹴り飛ばしつつ皆さんのところに持っていきます。サッカーしてんじゃねえ。
あれじゃ石蹴りながら歩いてきた。ボロボロだよ。ズダズダになった状態で手記がバラバラっと半分ちぎれて風で飛ばされそうになってるような感じですけども。これになんかヒント書いてた。誰のこと言ってるのかちょっとよくわかんないけど、私の知らない友人のことかな。そうか、まあ、共通の友人以外にも許せない友人は。そう、うん、私の友達とあなたは友達っていう、だいたいそんな感じね。ギャグ漫画日より。まあとにかくヒントが得られたのでよかったぜ。とりあえずとっとと寝ようぜ。寝ようぜ。明日はついに挑むんだろ。というわけでキャンプ地、先ほどもうすでに判定は行っているので、体力の増減はもうないですね。っていうかもう寝よう。誰かあの 1% 狙って精神分析私にかけてくれません？わかりました。オッケー、任せてください。任せろ。これでファンブルしたらもうごめん。これ自分にかけられますか？できますよ。精神分析やっていいことにしましょう。ね、どうして 1% だからって今 GM の甘いが見えねえな。ファンブルの方が出る確率高いから積極的に振らせようとしますよ、キーパー。そのキーパーの甘えをね、俺らは何度も打ち砕いてきた。そうだろう、尻込みたく。ああクソがよ。まあ普通の失敗なんだけど。何もできなかった。誰も俺らを愛さない、まあダメみてえだな。ネギャなろんだろ、ネギャ。ダイスロックが止まっているようです。マジか。とりあえずダイスロが復活させとくけど、あれよ、寝起きるから不定のラインも更新しとけ。いいな。はーい。はーい。はーい。よかった、夢は見ないか。だから、あの、あれですね、あの、レッツゴートゥーヘル君は、あれですね。っかだぜ。0.8 減少で、不定ですね。不定ライン 0.8。もうダメだ。マジでもう死にかけてんだよな。あと、食料も1日減らしておいてください。はーい。はーい。ね、はい。言うてだいぶ余ってる。余裕ですよ。で、ここで一回休憩ちょうだい。クライマックスに入って。のあれですとりあえず休憩が早いな。行きます。早いな。飲み物持ってこようかな。だいぶ進んだな。いいスピードだ。正直5000もいかんかと思ったけど。次ラストでしょ。次ラストどこでしょ。これいいペースじゃない？あれだな、あの休憩中っていう画面作ってて、そこに盗聴祈願お願いしますって書いてあるんだけど、これいらんかったわ。ええ、みんなの祈願のおかげでね、ここまで普通に登れちゃうね。祈りが届いた。登れちゃうね。いけんだな、これ。いけんだな、最低値でも。今欲しいの呪いだわ。頼む、今400人ぐらい見てるらしいから、頼む、みんなこの3人に呪いをかけてくれ。お願い。いやもうそんな呪いね、羽のっけしてね、聞かんなぁ。羽のけて俺たちはもう山登るよ、山頂。ただじゃ登らせねえぞ。あの Go to Hell の山地は結構効きそう。山地攻撃に弱いから、このパーティー山地なんだよな。山地が一番弱いんだよ。問題は山地なんだよね。登れるんだけど山地で死ぬ、山地で死ぬ可能性が。うん、あ、じゃああれしよう。あの、呪いをかけるか、チャンネル登録か、高評価か、どっちかにしてくれ。祝福はいらない。じゃあ私、今のうちにちょっと飲み物を持ってきます。あ、俺も。はい。行ってきます。いやー、いけそうなんだよな。なんか、でかいのありましたよね、確か。多分ね、あれがある、帰りがね、多分辛いんだよね。あの、その、狂気山脈。あれがあるじゃん、そのあいつこいつ生きてるからさ、それでなんか地殻変動しながらなんか飛ばされたりするじゃん、蝶とかで。はいはいはい。あれが多分きついんだよね。だパラシュートで降りるか中で降りるかだよな。あと、だから山頂登ればなんか遺跡あるんだっけ。そうですね、遺跡があって、山頂一回戻って遺跡ルートが一番いいんだっけな。どっちがあるんだっけな。山頂行った後地殻変動で遺跡を見つけるとかとかが一番いいんだっけ。あれがマックスルート、いや地殻変動で変わった後降りるんじゃなくて山頂に戻るルートが一番いいんだっけ。うわー、覚えてない。覚えてない。いやー、でも一番痛いのって
どれなんだ、サンチェックか。サンチェックがどうかだよね。確か多分ね、あれなんだよね、腸の中通っていくと途中でこう行方不明になって飛行機見つかって、そこでサンチェックがある気がする。ああ、あ、要はな、ちょっと多少難しくてもここまで来てまだ幸運とか60あるから、まあ、サンチェックは使えないからそこが辛いんだよね。サンチェックが一番少ないルートを選ぶしかない。選ぶしかない。まあでも登り切ることだけはなんか普通にできそうですね。登り登頂はできそうだね。登頂するだけはできそう、うん、そしたら俺らの勝ちよ。そう、戻りました。はい、はい、はい、今中の降り下山ルートどれが正解だっけって話をしてました。それ下山あったな。そう、登った後は降りないといけないんですよね、はい、うん、狂気山脈ってどうやって苦戦していたんだっけ前回。何が前回覚えてない。覚えてない。なんか今聞き捨てならないことが。山を舐めるな。死ぬぞ。なんか苦戦した記憶はあるけど、何が原因で苦戦したんだったかって。いや、基本確か、なんか天候。天候がやっぱり危険です。天候がめちゃくちゃになってたんだ。そう。まあ、前回の方が多分豪雨とか天候きつかったと思う。そういうのがあったからね。前回なんだかんだね、あ、なんか一人幸運めちゃくちゃ低い人がいなかったんじゃないですか。ああ、確かになんかここになんか20ぐらいのやつがいた気がする。そうそうそう、で絶対失敗するじゃんっていう感じで、でなんか常に天候との勝負だったような気がする。一回なんか休んだ、何回か休んだ記憶ありますもん。なんか豪雨でもう全然変わんねえからもう行くかってなんかやってた気がする前回真面目にやった時は。だから前回より楽なんだよね。だから能力値最低値の方が 今のところ楽だろ。うん。コーンが低いよりも。コーンが低いよりも。どこまでも。ならまあ、産地かな。産地がね。産地がね。辛いぐらいが。産地がね、30あったら、まあ余裕だった。余裕だったら。1D10 半使ってたら全滅する可能性あるからな。工事だけ残る。まず 1D10 は、もう、職種判断だからな。だから今カエルさんがいないときは下山ルートどれが一番サンチェック少なかったっけって話をしてました。なるほどね。そうなんだよな。要はなサンチェックなんだよな問題は。チェック、ね、再開してもいいかな。いいですよ、はい、よしやっていくか。こっから先はもうデックス表は必要なくなったので消しとこう。じゃあ最後は難しいビレイのやつ。そうっすね。じゃあやっていきますか。再開します。よし、50肩を回す。よし、はい、あ、ででよいしょ。さてさて、描写をします。狂気山脈最高地点、この頂に至る道に立ちはだかる最後の関門、漆黒の巨大な岩壁、大黒壁、グレートブラックウォール。天をつんざく黒い壁が強烈な威圧感を持って小さな君たちを見下ろしている。ところどころに氷が張り付き、あるいは岩肌がむき出しになったミックス体。ただし、ごく低酸素、強風、極寒、高度1万メートルに至らんとするその苛烈な環境を抜きにしてみれば、その壁自体は慎重に登りさえすれば登攀可能に思える。しかし、誰かが蹴って転がしてた手記によると、どうやらそう簡単ではないらしい。まず、この壁、ハーケンやボルトなどを岩壁に打ち込んだり、アックスやアイゼンを岩場に引っ掛けると、岩肌をそういうようなことをやって岩肌を傷つける行為を行った場合、つまり普通な登り方をした場合には、壁の傷からドス黒く、ヌルヌルとした粘性の液体が染み出し、金属や肌を溶かす。このペナルティを受けずに登攀を進めるためには、氷が張り付いたルートを途切れさせずに登るか、あるいはアイゼン、ピッケルを捨て、
アイスのない岩肌を真の意味でフリークライミングで登るしかない。ボルダリング、ボルダリングということですね。これを成功させるためにはクライマー、ビレイヤーに該当しない3人目の力が必要になる。これがナビゲーターだ。クライマーの登攀と同時にナビゲーターがナビゲート、あるいは目星でロールを行う。目星の場合は天候の影響を受けやすいので注意。で、双方が成功した場合1ピッチ進むことができます。クライマーが失敗した場合は、墜落判定が発生します。で、1回目登った時は処理なかったんですが、2回目以降同じ日の中で登る場合は、マイナス 20% ずつ成功率が下がっていくので注意してください。はいはい、はい、でピッチの途中でビバークすることも可能ですが、まあ、デスゾーンペナルティは発生していくので気をつけてください。はいはい、まあ、こんな感じですね。大黒壁4ピッチ踏んでいきましょうか。さて、とりあえず天候決定からですかね。はい、お願いします。幸運マイナス30。そうだ、マイナス30だった。25。おお、成功。何？あー失敗。あー失敗。なるほど、ね、1人でも成功している間に行きません。そうですね。このまま進む場合は、いや、ここはさ、僕幸運を5消費してそれ行くのかな、行けるのかな。幸運ロールには消費できません。できないのか。じゃあ、はい、できないか。そうだそうだった。このままだと強風で、まあ、強風で行った方がいい。いいな、強風で行けるだけ行こう。うん、成功してるうちに、うん、じゃあこれはナビゲートみんな行くんでしますか。いや、ナビゲートしか帰国後さんが一番高かったはず。はい、79あります。じゃあ私は後半が一番高いから、うん、山見たらさんにビレイお願いして、ビレイします。これでプラス5。俺は何かやらなくていいのか。なんか応援を応援してて、はい、ああ、オッケー。最後のキーフラだからな。337拍子で、337拍子ってのはなんだ。ピッ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 。あ、そうですか。さあ行け、お前たち。まず1ピッチ登ってみせろ。よし、というわけで判定は、はい、それぞれマイナスとプラスがあるので気をつけてください。マイナス30かかるか。さらにプラス5もある。一応プラス5あるから、はい、マイナス25になりますね。はい、70。ナビゲートを振るぜ。これどれが最初ですか。まずナビゲート。お、エクストリーム。何？エクストリーム。エクストリーム成功なら、後半にボーナスダイスあげる。やった、70は成功するでしょう。エクストリームエクストリームエクストリームマジかよ。これちょっと2ピッチ登ったことにならないですか。ならないですけどあのとても効率的な登攀できたってことで、あれをなくしましょう。あの2回目登るときのマイナス 20% なくしましょう。あ、じゃあ同じチームでもう一回行こう。これもう一回行けるか。こっちの方が多分。おい、交代しなくていいのか。俺はどうする。応援してくれ。ああ、だから体力消費ありますよね。1D3 とはマイナスしたいです。 1D3 マイナスしてください。いかねー。あ、だから1か、よしよし。ユイチカゼロじゃん。人は大丈夫ですよ。うん、ユイチカゼロっすよ。あの、うん、装備 B のマイナスしてるから。ナビゲートはいらないのか。はい、で、マイナス1もされるので装備 B の効果で。そうそう、装備 B の効果でマイナスされるから。はい、 1D3 で1だと効かないね。効かないねー。ねー、恐怖山脈の黒い岩壁にパンチしてます。効かないねーって言いながらパンチしてます。次の技能補正があれなんですか。マイナス30消えるんですか。あ、消えるわけねえだろ。ないんですか。要は連続のあれがね、連続のマイナス20がだんだんやめよう。もう俺も口調が荒くなってきた。ポジオスコになる。余裕だよなレッツゴートヘル。これならコーンロック使う。はい、わかりました。1,2,3,4,5,6。 幸運にもなんとか手がつかめそうな場所を見つけた。 BDM か。2ピッチ目まで済みましたね。帰国後、ゆいちかさん登攀いくつですか。登攀はあのないのか。プッシュができれば、プッシュであの95ですね。なるほど。オスコっていくつでしたっけ。俺の登攀か。ちょっと待て、高いに決まってるだろ。60あるぞ。60か。マイナス30食らうからちょっと。それなら、なんか。俺も50なんだよな。そう。
補正つけての、あの、補正つけて、ゴトヘルが一番高い。あの、CC1 の国語優位地下の方がいいんじゃないか。まあ、失敗したらその時はもう死ぬけど。けどあじゃあ、ま、もしくはゴトヘルがまだマイナス20食らっても、あの50あるから。そうですね、50で2分の1ぐらいでいける。だから同じペアでもう一回、ああ、あり。うん、3ピッチ目。恐怖のうちに3ピッチ目まで行って。うん、行こう。で、そこでビバークして、翌朝、もう一回ゴーツヘルが素の状態でやれるとかも全然ありだと思う。オッケー。おい、俺は何かやんなくていいのか。応援しててくれ。しゃあねえな。よし、行け。よし、当伴とは関係ないから、ナビゲーターは普通に触れると。そう。あ、失敗してしまった。失敗したということはあれですね。もうこれ全然ダメってことですね。はい、進めないですね。ただ当伴は振ってもらいます。あ、そうですか。ナビゲートをプッシュする？ナビゲートプッシュしてファンブルになったらどうなるんだ？そっか、ナビゲートのファンブルはね、どうしようかな。時間をかけすぎたってことにして、はい、デスゾーンペナルティ2回受けてもらうかな。なるほど。なるほど。54だったらありじゃない？それでいいんだったらプッシュして。54ならまあありでしょう。最悪幸運もあるし。うん。あ、プッシュには幸運は使えなかった。プッシュは幸運が使えない。使えないが。はい。まあ、ここで成功していくのが。あ、成功するの。おー、登山家成功するんですね。国にね。Let's go to hell! Go to hell! よし、Go to hell! 3ピッチ。おー、いえ。リバークするか。3ピッチ目まで行きました。いや、でも幸運を考えると、ここでまだ帰国誘致から95にかけるってもあるよ。ああ。確かに。プッシュ95に。行く？行くか。ナビゲート誰が高いっけ？ユイチから起こすと。工事次第ですね。あ、工事だって俺の方が高いな。じゃあ、俺の方が高いに決まってんだろ。俺50あるから。マイナス2、なかなか25あると、どこ25で成功か、辛いな。ナビゲートが辛いかな、これは。こんな強風の中、ナビゲートを成功させるのは、ちなみに目星でもいいんだけどな。目星はもっと低いんだよね。ゴミか。目星なら、私がいける。あ、前か。そう、あの、自然で代用判定ができる。よし、行くか。行くか。とりあえず、そうですね。自動失敗しておきますね。プラス補正は入らねえからな。自動失敗しておきます。94、よし。危ねえ。危ねえ。それでどうするんですか。自然で判定します。なるほどね。プッシュロールで。いいですよ。CC1入ります。はい。知覚機能に含まれますかね。企画技能の代わりに振ってるんで含まれるんじゃないですかね。はいはい。では、65か、ねはい。入ります。でも1あるから。なってきたな。1あるから。あっち側登れるぞ。登れるぞ。よーし。よしよし。よしよしよし。で、これで、65でね。CC1 でしょ。CC1 で。後半は。行くぜーって。よし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 。トト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 俺の指示通りだな。だな。なかなか良かったぜ。おい、ありがとう。こうちゃんがね、応援してくれなかったら、もう最後諦めてね、一回ビバグするとこだったよ。いや、まあな。俺がこのチームのメンターだからな。そう。間違いね。ナビゲーターとビレイヤーとクライマーとメンターだろ。つまり司令塔だったってわけだな。うんうん。よかったぜ、お前らが無事で。いや。コウちゃんに声をかけてもらえなかったね。俺たちここにいなかったから。そうそう、誰よりも山頂に来たかったのお前だろ。見せてくれてありがとう、コウちゃん。そう、ありがとう。お前ここまで来れたのはお前のおかげだ。まあな、それは間違いないと思うが、とりあえず行っちまおうぜ山頂によ。イエイ、ヘイ、ヒビゴー。大国壁の登攀を終え、Let's go to hell。 山頂の稜線を進む。切れ立った山脈の山頂部分は痩せた岩行が続くが、もはやここまでを登り切った君たちにとって難しい道ではない。そして君たちはついに山の頂へと至る。さあ
誰が第一歩を踏みしめるんですか。それはもうもちろん工事用事でしょ。工事行く。俺ら登山家じゃないから。そうか。悪いな、お前ら。いや、待って。と言いながら、トランプをパッて出します。大富豪しようぜ。勝ったやつするか。勝ったやつだ。なるほどな。大富豪決めるか。よし、幸運で勝負だ。うわぁ。負けるわけがねえんだよな。これはあれじゃない、あのレギュラーの2人でもう一回勝負じゃない、こう。そうしましょう。なるほど。じゃあ、コウジ再開。コウジ。レギュラー。おお、ユイチか。ユイチかだ。ユイチか。結婚相手に見せるんだろ、三蔵の景色を。最初の景色、お前が大富豪だ。カメラを持って。もう私が、俺が一体一票一丁だ。うおぉ。コウジ、手。コージテフだと多分3577ジャック4とかだった。ゴミだな。まあ悪くねえか、こういうのは。待てよ。ここまで一緒に来たんだろ。じゃあもう手つないで一緒に行こうぜ。バカる子供じゃねえんだって。おめえら背ちっちゃくて、ちょっとかがまねえと。ダメな。よし行くぞ。手つないで横に4人並んで歩けんのかな。いや、なんなら、まあ、ゆうちか、俺が持ってやる。あ、やったぜ。山頂の中の山頂だ。これ、あれね、4人、両脇に2人抱えて、で、1人、はい、肩車して。肩車してもらってた。こうやってなって、コージーがね、一歩踏み出してくれる。一歩踏み出してもらう。これで4人一緒に。いや、しょうがねえな。だっけ、こういうガキの戯れみたいなのは嫌いだけどよ。ま、たまには悪くねえな。はあ。こうちゃん、おすこ。はい。大切な仲間だよ。そうですね。あなたたちの視界の先には、白い図面に筆を置いた直後のような光景。ここから世界創造が始まるのではないか、と勘違いさせるような原始的な風景。推定標高13,363メートル。地球上の最も高い位置に今君たちはいる。やったんだな、俺ら。やったぜ。たどり着いた。世界一番高い場所に。世界で初めて。今までクラスで一番前だったのに、身長順一番前だったのに、今、まあ、そいつら全員見下してるぜ。で、俺らで登れるってことは、狂気山脈から全人類が登れるってことが証明された。証明しまったな。誰でも登れる山だ。誰でも登れる狂気山脈。小学生の遠足とかでも使えるこれ。俺はちょっと違えんじゃねえか。俺らが一流のアルピニストだからこそ登れたんだ。いや、アルピニストではないです。アルピニストはコウジさんだけです。コウジさんだけです。一般人。今なんか言ったか、ちょっと、英語が聞き取れなかったあ、いや。俺らが第一歩踏んだことには変わりねえからな。さ、あとは帰るだけだな。これ、帰るぜ。ないと山見たら降りる。うん。あ、この通りだ。ユイチカだからな。ここまで楽勝で登れたんだからな。まさか帰りでつまずくなんてことはあるわけねえよな。あるわけないね。あるわけない。てか、俺らさ、あれじゃない、途中で一回もビバークしてないから、もうこれ最短じゃない。うん。最速だよ。最速。小高さんと K2 さんも拾っていかなきゃいけないしな。拾っていかないしな。健康で、あれじゃあ全人類より基準より下だったからな。そんな舐めた口を叩いた直後、グラグラと足元が揺れる。おや？ギシギシと音を立て山が鳴動する。気づけばガスも上がってきている。何か変だ。早く下山した方がいいかもしれない。というわけで、あなたたちは来た道を引き返していきます。わあ。どうしたってんだ急に。つけ引き返していたはずだった、一本道だったはずし、ルートの目印も張ってきたはずだった。しかしどういうことだろうか。通ってきたはずの道が断崖絶壁と切れ落ちている。目印のロープもその奈落へと続くかのような、崖の底へと落ちていた。明らかに来た時と山頂の様子が変わっている。山の形が変わったと、多分ね、もうどうも変わったとでも言うのだろうか。見る見るうちにガスも立ち込め、風が強まり、あっという間に吹雪の様子を呈してきた。近くから雷鳴も聞こえ始める。聞き耳でロールしてください。はーい。はーい。これは強風補正入りますか？
入らないです。はい、エクストリーム46 なるほどね、負ける気がしねえわ、もう負ける気がしねえわ。成功したするとですね、ウォーンといううめき声というかですね、怒りに満ちた音が聞こえてきますね。はい、風の音だろうか。すみません、申し訳ない。ありませんが、今のうちにちょっと登山時の 1D3 現象をやっていなかったので、やってきます。あ、そうですか。はい。体力減らさなきゃ。あれ、それってクライマーだけじゃなかったっけ？クライマーだけだった。はい、クライマーだけですね。また同じことを。ただ、軽減されるので、1、はい、判定ごとにマイナス1は軽減されます。4点。うん、肉体的にも精神的にもボロボロだ。絶望というヘル、ほんと思ったよ。へい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 、狂気山脈ビビってる。へいへいへい、狂気山脈ビビってる。へいへいへい、風の音だろうか。いや、そうは思えない、うん、何か生き物、それもかなり巨大な生き物の声だ。この山の山頂には何かがいるのだろうか。狂気山脈が強まっていく。狂気山脈の目的なんですか。俺らを殺すことは無理ですよ。ですね、イベントスタートです。はい、ここから自由行動パートになります。はい、今のあなたたちは強風にさらされている状態なので、リアル時間で10分前に体力抵抗判定が発生してダメージを受けていきます。で、今の場所から、これはタイマーはオフリアド上でつけるのはめんどくさいのでこっちでやっておきます。はい、あなたたちがいるのは、断崖部ですね。今あなたたちがいるのはで、その他に稜線中腹と山頂部に行くことができます。はい、それぞれ行ったところで調べる情報が異なります。さあ、タイマースタート。これ山頂ルートでしたっけ。いいのはだ、どっちだっけ。山頂ルートやったらなんか遺跡発掘できた系だけど、これってなんか真相が分かる的なやつだけじゃなかったっけ。なら、まあ帰りますか、中腹に行って。素直にだってちょっと今思い出してる。真相というか、もう真実は山頂に登り詰めた、それだけで十分。確かに、うん、まあここまで来たらね、ちゃんとみんな回収して帰らなきゃいけないから、帰らなきゃいけない。ただそれでもね、確かあれよね、はい、なんだっけな、でも遺跡の方が安全なんじゃなかったっけ。洞窟の中からだとあれだよね。あー、なんか溶かされた気がする。なるほど、降りるときにあちこちからと怒りの、そうなるほどね。なら遺跡に行きますか。遺跡の方行きますか。ただ遺跡だとね、狂気山脈の真実に気づいてね、3チェックがでかかった。3チェック、あ、それはどちらかというと確かに物理的にダメージを負った方が、うん、そうそう、 だからあれ遺跡のやつだったらね、確か記憶が確かだったら、その狂気山脈操るやつあるじゃん。はいはい、ああいつか、操る呪文を覚えてそのままなんかやって帰る的なルートだった気がする。我が友だったか。我が友ルート、そうだいたわ。いや、友達は死んでたんだ。式でもう分かった、友達は死んでた、それが真実 だ。じゃあ帰る、お腹の中、行くか。中腹行きましょう。中腹に行きます。はい、分かりました。中腹はですね、断崖部から少し引き返した稜線上の部分ですね。ここでは目星が行います。はい、目星、はい、よし、目星なら任せておけ。お前らどうせ大して目ないんだろ。目がないんだな。カードじゃん、惜しい。まあでもコウちゃんが成功してるから、さすがコウジ君が。よし、お前らついてこい。行ってよかった、コウジ君。山頂に行った時のような感じで、両脇と抱える感じで3人を引っ張ってそうですね、コウちゃん、あそこ見てみろ。ほら、あそこにウロがあるぜ。あそこに入って一旦しのごうぜ。オッケー、お、行く行こう。よし、待て、お前ら足遅えからな。俺がおぶってってやるよ。助かる、ありがとう、ありがとう。なんならお前ら3人まとめて抱えても大丈夫か。確かに、うん、脇に抱えてそう。よし、じゃあ一人は右手、一人は左手、そして一人は背中だ。ふん、行くぞ。レッツゴー、レッツゴー。
はい、そう言ってあなたたちはウロの中へと入ります。ウロの中は湿っていて少し暖かい。壁にはひだ状の脈が張っている。こんなような感じですね。奥へ奥へと続いていっています。あ、こっちもなんか真実気づくあった気がするな。これ完全に体内だよな。体内ですね。行こう行こう。今何か言いましたか？いや、すごい毒さなんで。いや、こっちもなんか、これなんか俺、なんか GM やった時の記憶が蘇ってくるんだけど、こっちでもなんか結局アイデアで成功するとなんか気づいた気がするわ。真実。あー、まあ俺らのアイディア40しかねえし。キシャ。気づかない気づかない。行こう行こう。うん。どうしますか？これは洞窟の入り口付近。とりあえず降りてきます。降りていくしかないですね。はいはい、了解です。じゃあですね、あなたたちはですね、歩みを進めていくと、そうですね、壁の内側は、ウロの内側はまるで消火管のひだのように何かにまとわりついてますね。気のせい、変な洞窟。気のせい、気のせい。あれですね。そしてその先に何かこうひだにぐるぐるっと巻きつかれたような巨大な人工物が。あ、旅客機だ。あ、なるほどね。旅客機だって気づくのであれば特に判定はいらないです。はい。はい。それは、行方不明になっていた旅客機でした。そう、これは旅客機を見ずにやるとサンテックが発生するというあれ。これが旅客機か。旅客機だと分かってるなら中に入ることもできることが分かったみたいですね。どうする、その、はい、パラシュートで降りる、それとも普通に降りる。あ、パラシュート見たことないんだよね。じゃあパラシュートしますか。じゃあパラシュート行ってみるか。はい、あ、ここはもうあのね劇的な展開にしましょう。わからないんだよな、パラシュート。まあでも、どうせなんかね、風に煽られて、あの、つけられる可能性があるってだけだから、幸運をぶっぱすれば降りるんじゃないですか。そう。確かに。全員幸運。じゃあ旅客機行きますか。40、50あるし。そう。わかりました。まあ、旅客機だと気づいた状態で入ったのであれば、旅客機の中に死体がゴロゴロ転がっているってことも予測できているので、3チェックは発生しません。まあ、いざとなれば一回下見たら GoTo ヘリだけが。旅客機はボロボロで消火されかかっていますが、まあ、いろいろと物を探すと何か出てくるでしょうね。金属物とかタンパク製の物質は融解してますけど、消火液はどうやら布類などは溶かさないようです。パラシュートがありますね。メモしよう。はい。まあ、パラシュートって言うんだったら特に。それを探すのであれば判定はいらないですよ。パラシュートを探します。パラシュート、はい。じゃあパラシュートが人数分出てきますね。はい、よし、これで。お前らこんなパラシュート持って何するってんだよ。飛び降りるのさ。こっからパラシュートを使うのさ。確かにこの飛行機が入ってきた穴が大穴が開いてるけど、やべえぞ、お前らパラシュートなんて使ったことあんのか。ないマジかよ。じゃあだから逆に聞くが、コウジ君、今まで狂気山脈に登ったことがあるのか。いや、ないな。今回が一緒のことだ。初登頂なの。そうだそうだそうだ。なるほどな。でも俺らは登り切ったならパラシュートも使いこなせる。いける。 QED そういうことか。まあ確かにその通りかもな。いいぜ、だったら付き合ってやるよ。よし、じゃあ持っていきましょう。お前ら覚悟いいか。 OKOK! Here we go! じゃあ、どうする？全員で一気に行くのか、それとも、順番に誰か一人ずつ飛んでいくのか。全員で飛んでいこう。全員で飛んだ方が楽しくだろうな。一人飛んでもらって、ベコって、あの、ビターンって、あの、岩肌に叩きつけられて、ちょっとやめるか、みたいな。じゃあ、順番に行く？順番に行く？順番に行った方が、あの、システム的に安全というか確実ではあるんですけど、でもそれはいいのか、ドラマ性として。みんなで飛ぶのが一番かな。じゃあみんなで一緒に飛ぶと、だって死ぬ時も一緒だ。また手つないでね、行こう。 OK、 お前ら軽いからな、流されるね風。うん、 OK、 じゃあ行くぜ、せーの。 I can fly! そう、 You can fly! 飛ぶぞ。そう、あなたたちが We can fly! 飛ぶんですが、ここでまず、はい、そうですね。
神話生物、まあ、あの人たちはどうやら気づいていないようですが、どうやらこの山は一つの巨大な神話生物だったようです。この神話生物による技能、チャームが発動しますね。チャーム？チャーム？はい。何すかそれ。これはですね、狂気山脈が、まあ、目覚めていなくても常に発動しているんですが、はい、標高9000メートル以上に到達したあなたたちはこの山から背を向けて逃げようとすると、探索者たちを魅了する魔力に猛烈に後ろ髪を引かれることになります。やべえ、パワー引くぞ俺ら。うわ、3チェックお願いします。死ぬ、死ぬかもしれない。これ設定が、ああ、成功、嘘だろあいつ、成功え、マジ、そのデミちょうだい、コージ。よし、成功だ。ですね、成功は 1D4、 危ねえ、失敗は 1D6。 あー、生きてる、さよなら。あ、生きてるー、さよなら。ゴートヘル、ゴートヘル、ゴートヘル、待ってくれ、待って、みんな、よく考えたらあの山に友達がまだいるんだ。なるほどね。ゴートヘル、ゴートヘル、俺は戻る、あの山に友達がいる。ああ、なるほどね、そうなりましたか。はいはいはい。じゃあ、3をすり減らしてしまう。まあただ、あの、飛ぶモーションはしてたので、はい、あの、飛ぶところまではどの道行きます。その後どうなるか分かりませんが、正直完全に失ってますからね。はい、まずは全員飛びます、ここから。はい、で、ここでもう一個判定をしてもらいます。はい、それは跳躍です。これはまあ、あの、タイミングが前後するんですけども、あなたがここに飛び出す時のがうまくいったかどうかっていう判定を遡ってやっていただきます。はい、はい、これはゴートだろ、跳躍低くなんだよ。ください、100万じゃん。バイジャパニーズピーポー。お、初期値でも行くんすね。マジか。なるほどね。じゃあこれで、跳躍に成功した人と失敗した人とで判定が異なります。ファンブルした人もいますけど。ファンブルね、100ファンね、100ファンの人もいますが、はいはいはい。じゃあそこは降りる、お前は、またお前は降りろ、お前もう山降りろ。そんな待ってる彼女さんはどうするの。あなたたちがジャンプしパラシュート降下すると、山がまるで手を伸ばす、そうですね、まあ、伸ばすかのようにこう地形を変えていきます。そしてせり出した岩肌があなたたちの降下を阻みます。ここで、狂気山脈の技能、みじろぎ行います。何、よし、殺してやる。お前もファンブルするんだよ。来いよ。こっち来いよ。99じゃねえか。くそ。おっぶな。よし。ということで、みじろぎは成功しましたので、あなたたち全員に向けて、岩肌が、まあ、触手かのごとく、あなたたちを襲います。さて、ダメージは。みじろぎですが、ですね、当たると 2D10。ダメージを受けます。おい、ワンチャンというか結構な確率で死ぬね。でもし跳躍を成功している方は、回避を振ることができます。お、ね、ファンブルしてる場合はは振れません。はい、絶対当たります。死んだじゃん。はい、いや 2D10 で11以下を出せば。ただ、これは、まあ、山による攻撃のため跳躍技能を振ることができます。それで半減することはできます。おお、ダメージを受けた場合ですね。これゴートヘルもいろいろやっといた方がいいですか。はい、ゴートヘルも、まあ、おかしくはなってますけど、まあ、山に自ら当たりに行きたいっていうんだったら当たりますね。回避を放棄するなら。はい、回避していこう。生きようとしてみるか。はい、雑行、狂気山脈雑行で自然でプッシュロールを行います。はい、山こそが熱だって、はい、いや発狂してるわ。発狂してるからできない。から死ぬんじゃないから。ね、どうなるんですかこのデメリット。ね、今こそじゃあデメリットを公開しましょうか。スキルナンバー何ぼだっけ。何番だったかな。7のデメリットは、はい、自らの殻にこもり山に溶けて消えてしまいたくなる。他者と協力して行う行動にペナルティーダイスを行う。ああ、大丈夫ですね。
大丈夫、うん、1人で行ってるんで変なこと言わないです。はいはい、ただプッシュはできないからそのまま 2D10 食らうと。そうですね。はい、じゃあ、集計すると、山みたらさん以外は当たると死んだなあいつ。死んだゴズヘル、ゴズヘル、ゴズヘル、全てが消えたな。いつか跳躍は触れますね。跳躍触れれば成功すれば生き残れるぞ。いいですか。あ、ここに生き残ってるわ。傷ついてるけど成功した。ユイチカも生きてた。でも持続3だから持続気絶もしないか。ショックロールかな。ただ根対抗でそうショックが。大丈夫、俺が両方的に抱えながら帰るよ。まあまずダメージの判定を先に全部済ませちゃいましょう。はい、お、コーチも成功したわ。おなので、13で、まあ、切り捨てていいか6にするか。半分8点、ね、自分の今の最大 HP の半分を一気に失うとショックロールが出します。7判定は。あれ待って、8点だったらこれ自動気絶じゃないか。なので12点の半分なんで6点以上一気に受けるとショックロールですね。てか残り2なんで自動気絶ですね。自動気絶か。なるほど。今ミジロギした山にパーンって当たって弾かれてなーんってなりながら降りてる。一人完全に無惨したけど。Go to hell, go to hell。 なので整理しますと、山みたらさんは安全に降りれます。でコージーも特にショックロールもないので安全に降りれます。ボロボロになりながら。で、ゴートゥーヘルさんはゴートゥーヘルさんしました。ゴートゥーヘルした。で、最後、帰国後、ユイチカさんは気絶しましたね、ここで。はい。気絶したら、まあ自分で要するに、パラシュートコントロールできなくなってしまいます。あ、はい。なので、この状態で、まあ安全なところに降りれるかどうかは、これ最後の判定、幸運で決まります。お、60、6割、6割。よし。抵抗すれば安全に降りれます。行くぞ。俺この山から降りたら結婚するんだ。結婚できる。結婚できる。来た。なるほどね。では、ゴートゥヘルさんは狂気のまま岩肌に叩きつけられ、あなたたちの他の3人の後ろで果てていきます。やべえ、俺もう11しく8は3ではってめっちゃ言われてる。そうだわ。でもぼやということは、まあ、結局大丈夫だったんだ。大丈夫だった。まあアイディアロールがショックロールがあったから、うん、ショックロールがあるから、まあそれはね、どうせ振ります、どうせ失敗成功したわ。成功してる。普通に降りるよ。いやマジか、フラグ一緒ってきたな。普通に来てたわ。なるほどね、わかりました。では問題なく、はい、あなたも生き残ることができたでしょう。なんか最後、あ、気絶したと思ったけど愛の力で蘇ったわ。ゴートゥヘルさん、なんかありますか。いや、何かを言う間もなく多分死んでると、はい、HP も3も全てなくなり、まあこれでちょっと友達と一体化することができたので。なるほどね、肉塊と化しました。そして残った皆さんは無事、イエーイ、ノーダメージ。こっちじゃないわ。3000メートルまで降りることができました。じゃあ、狂気山脈向けて、僕、HP 満タンっすわ、狂気山脈さん。僕、満タンっすわ。山見たら降りれるんすわ。プレイヤー3人で3人帰ってきてるから、完璧だな。うわぁ。ああ、いやー、いいハイキングだったな。これ嫁に自慢できるわ。高尾さんの方が辛かったな。おお。ポーザの方がきつかったわ。高尾さんの方がきつかったわ。ゴートゥヘルはゴートゥヘルしたけど、あれはもう名前通りだから仕方ない。あれはまあ名は体を表す。さてあなたたちはまあね、不本意ながらも戻ってこれたんですが。不本意ながらも。あれ？まだどうやらあれですね、取り残してきた人たちが。あ、そうだ、無線で連絡してこよう、しないと。そうだそうだそう。じゃあコージー使い方わかんないからお願いします。ああ、わかったぜ。じゃあそう言ってコージーが連絡を取ると、あずさが出ますね。こちらあずさ、あなたたちは大丈夫？ Go to hell, go to hell とだけ。Go to hell。 え、なんて、 Let's go to hell, go to hell。 Go to hell。
途切れ途切れみたいですね。とにかく このままここにいると危ないから。あ、もう降りたんすわ。もう降りて、あれ遅くない？遅くない？何を言っているの？雑魚雑魚。いや、パラシュートで。あなたたちは目指していたんじゃないの？あ、山頂も撮りましたね。もう写真撮って。写真撮っても降りたんすわ。うん。なんて無茶なこと。もうとにかくいいわ。もうあなたたちがこの際どこにいようと関係ない。私もこのままじゃここにいたら危ないから。これから降りるわ。頑張って。うん。大変だな。それじゃあ地上で会いましょう。Go to hell. Let's go. で、通信が切れます。Let's go. さて、このままここで待ってるって感じでいいですかね。じゃあ大富豪。大富豪してるか。3人でしとくか。3人でしてるか。しゃあねえな。そうだな。カホは寝て待てって言うからな。よし。Let's go to hell が死んだことに対して、みじんも動揺したらどうする。そうなんだよな。なんか、まあ、当然だな。仲間なんだけどな。仲間意識なかったんだ。まあクズだしな、パワーも低いから。やべ、よっしゃ、俺の勝ち。いやー、そろそろ慣れてきたか、こいつ。なんで負けたか、明日までに考えておくんだな。とうとう、とうとう大富豪に慣れてきやがって。順応が得意に行くのは嘘じゃなかったんだな。あずさはこの状況、だいぶ厳しい状況ですので、ここから手負いの経痛も抱えて、降りてこれるかどうかは、ダイスの女神次第となります。判定としましては、非常に状況が悪いので幸運が、幸運にペナルティダイスけよ、あの判断でペナルティダイス1付きで判定します。まあアズッチならね、最初めっちゃ出目悪かったから、いい出目ですでしょ。グッバイグッバイグッバイ、ショートヘル失敗なので、辛いけど否めない。残念ながら山に取り残され、嘘だろアズサ、待っていても大富豪して待っていても戻ってくることはありませんでした。マジかよ。 Go to hell。 Go to hell ってこと。はい、というわけで、おかしいだろこの生き残ってる。なんで向こうが生き残ってんだよ。生き残りメンバーが絶対最強の3人が生き残っちまっちゃったな。さっきなぜかわかりませんが無事下山することができました。その後南極の待機してた人たちがですね、助けに来てくれて、無事下界まで南極から出ることもできるでしょう。ケルベケルベケルベ、おめでとうございます。ケルベケルベ、あれおかしいな。東北山脈ノーホープノーホープ。クヒクヒやばよ。イエーイ。いやー、まあさすがにね、いけると思ったんですけどね、三人生還。三人ワンチャンいけるかなと思ったんだけどね。ちょっと産地がね、あと、ピンタがね。ちょっとが、じゃ死体見た差だな、これ。ね、ああ、確かに。死体見てなかったら生きてたかも。うん。こういうわけで、まあ、シナリオクリアしたんですが。はい。はい。余裕。なんか、ありますか？余裕。落ち着いたみたいなの。まあ、最低値でもいけるという証明ですね。そうですね。まあ、後日談は。じゃあ、全人類、もう、狂気山脈登れる。登っていく生還できる。あちこちです。狂気山脈の写真を撮ったやつを、ちょっと、結婚式の時の、はい、あれね、引き出物的なやつのあれ、にして。なるほどね。まあ、財力はないと思うんで、うん、多分、そういう、プライスレス的な引き出物になるんでしょうね。そう。まあでもその辺は多分ね、オスコが、いろいろやってくれるんじゃない？いや多分この、そうだね。多分、コージが奮発して、お前らそんなしょぼっちい結婚式やるつもりかよ、つって。俺らは、第1次、登山、第2次登山隊として世界初の登頂をした伝説の英雄だぜ。じゃあねえな、このオスコー財団を挙げて、お前らの結婚式、バックアップしてやるよ。いやー、やったぜ、ね、これでようやくね、みんなから紐だなんだって言われなくなったぜ。多分、最初の
あの新郎がこう登場するところとかもあのヘリから来るみたいな、こういう感じになります。もうヘリからバラララバ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 ラって迎えに来たよって言いながら降りる。いや、いいっすね。だけど多分ヘリの音がうるさくて何も聞こえてない。何言ってんのか全然全然わからん。コージーはその派手な演出で満足して、うん、手を叩いてますね。いや、おめでとう、おめでとう、どうぞ。ありがとう、これで幸せになれるよ。国語結婚できた、幸せだな。圧倒的ハッピーエンドですね。ハッピーエンドですね、これは。これ山見たらさんも参列してるんですか。参列してるし、なんならばあの終わった後のそのインタビューでどうして狂気山脈に登ろうと思ったんですか。そこで山が降りたからですね。とね、あの名言を残して、はい、あの迷う方の名言ですよね。なんならあのあれだから一番体力的に元気だから最初のメディアとか全部対応してる説ある。多分そうですね。他の二人は搬送されて山見たらさんだけピンピンしてたもん。ピンピンしてる、無傷なんで。むしろあのあれだから普段より元気、体力が上がってる、ね、体力5だからね。最初本来5だから普段の3倍元気だからスキップして考えたら今 HP3 だけど、あれ、あ、半分も減ってないのか通常から。ああ、ね、通常から半分も減ってない。下界に戻ったら HP5 なんで、いや HP5 に戻しとこう。だからおめえらもなんかだいぶ元気みたいだな。ああ、よかったよ。だからあの自伝であの私の運あの身体能力がこの程度だったって言って、握力とかあの50メートル走21秒7とか、はいはいはい、握力 1.2 キロとかそういう数値が出た後で、でも私は狂気山脈を山頂できたから全員できるぜみたいな感じの自伝を、なるほどね、書くことによって狂気山脈が一般開放されて、それでシルルルでまたちょっと閉鎖されるのは別の話。実質バッドエンドじゃねえか。まあそれはまた別の話と。別の話、まあ、登頂するだけだったらね、できるかね、最低値3人、最低値でもね、うん、3人できますから 100% ですから登頂率 100%。 そうなんだ、ゴートヘルは最低値切ってるからダメだったかもしれない。あデックスとかで、ね、5だった、 ADP とか、そう、うん、切ってるからな最低値。されてしまったか、まあしょうがねえや、されちゃったなら祝福するか。イエーイ、イエーイ、おめでとうございます。ありがとうございます。いや、登れるんだな。ああ、殺して登れることが証明しちゃったな。マジか。まあ、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます、GM ありがとうございました。いや、本当ありがとうございました。いけるもんだな、よこどいけるもんなんだな。エンドみたいな画面作ってきたんだけど、これ絶対使うことないやろなって思って。そうか、念のため作っといたんだけど。じゃあ狂気山脈ノーホープ、はい、これにて終了です。自伝の最初には、私には高尾山は登れなかったが狂気山脈は登ることができたから始めよう。どうして。地区大会優勝できなかったのになんで世界大会優勝してる。おかしいんだよな。はい、まあ俺のチャンネルは普段はもうちょっと真面目な配信やってます。もうちょっとちゃんとシナリオのセッションやってます。なので、もしよろしければ、もう一本だけ、真面目なやつも見てください。はい、真面目にやってるんでね、あの、狂気山脈。あ、そうそう、あの、ノーホープじゃなくて、ユーホープが。あの、ホープが一人やったやつね。うん、登った狂気山脈もあるんで。ぜひそれもまだ、ミッションの方がいたら見てください。あっちはあっちでめっちゃ面白かったんで。どんぐらいかな？はい。他なんかあります？いいっす。いや、はい、ありません。もう終わりました。以上です。大満足。じゃあ終わり、終わった。お疲れ様でした。バイバイ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。あべよ、登山は下りで気をつけようね。うん、行きはよいよい、帰りは怖いってやつです。うん、山を見たら降りよう。降りよう。